聞こえなかったのか。出来損ないの高卒のお前なんてクビだって言ってるんだよ。荷物をまとめたら会社から早く出て行けよ。まったく寄生虫のように会社に居座りおって、気持ち悪いったらありゃしないな。それが高校を卒業して20年間父の会社に尽くしてきた俺に、社長である父が言った言葉だった。俺は最初耳を疑ったが、父は本気のようだ。父の溺愛するハーバード大卒の弟に会社を譲りたいのだろう。これからは弟が所長見習いを務める。そんな時に高卒の兄がいては邪魔だからというのがわからないのか。俺の中で何かが途切れた。荷物をまとめて本日限りで会社を辞めます。今までお世話になりました。同僚の制止も振り切って会社を飛び出す。この時には転職を決めた俺に、父が1週間後泣きながら電話をしてくることになるとは思ってもいなかった。俺の名前は高田よしき。スポーツが大好きな高校生で、税理士事務所を経営する父の高田元次と、経理担当の母の高田真美、学業優秀で年の離れた弟の直樹と暮らしていた。俺は小さい頃からスポーツが得意で、いろんな部活を掛け持ちし、弟は運動はできなかったが勉強ができるので、俺たちは互いのそんなところを尊敬し合い、唯一無二の存在だった。だけど両親はスポーツには理解がなく、勉強のできる弟ばかり可愛がっていた。俺は陸上の長距離で県大会に出たりもしていたが、両親は応援にも来てくれなかった。だが俺はそんなことでくじけなかった。いくら両親に嫌われていようが、結果は裏切らないことを知っているから。走れば走るほどどんどん成長できる自分に自信がついていったからだ。そんな俺が見込まれ、長距離走のスポーツ推薦でいくつかの大学から声がかかっていたが、スポーツの価値がわからない両親はそんな大学進学に反対。両親の同意が得られず、俺は大学進学を断念するも、長距離で得た自信を糧に他に生かしていくことを決意し、高卒で両親の税理士事務所に入社することが決まった。ちょうど人手が足りなかったこともあり、両親に半ば無理やり入社させられたようなものだったが、持ち前の自信で両親をいつか見返してやると意気込んだ。だがその壁は高く、学生時代スポーツ漬けだったこともあり、最初は数字や法律をたくさん扱う税務の仕事に苦労したが、長距離で養った粘り強さでなんとか食いつないでいた。そう、俺は高校を卒業するとともに両親の元を離れて一人暮らしも始めた。これもまた両親の意向で半ば強制的にさせられたが、社会人になるならいつまでも親のすねはかじっていられないしな。兄さん、本当に行っちゃうの？直樹は俺が家からいなくなることに対して唯一寂しいと言って、いなくなる当日も玄関先まで見送りに来てくれていた。ごめんな直樹、唯一心残りなのはお前を置いていくことだけど、必ず連絡だけはするから。それにいつか俺の家に遊びに来いよ、待ってるぜ。そう言って俺は直樹に心配かけさせまいと笑顔を浮かべると直樹の頭を撫でた。直樹は自信家の俺とは違い、どことなく気弱で守ってあげたくなるような存在だった。なのにこの家に直樹だけ置いていくのは罪悪感を感じるが、両親は直樹だけには優しいので、直樹にとってはそんなに困らないよな。何かあればいつでも俺が
お前のところに駆けつけてやるからな。これじゃまるでブラコンだな、と思いつつ、俺は直樹の頭から手を離すと、直樹に別れを告げ、家を出て行ったのだった。そして、俺が家を出て数年が経った頃、ハーバード大学に合格したと直樹から連絡があった。もちろん俺はそれが自分のことのように嬉しかったし、直樹のことを応援していると伝えた。直樹との通話を切り、仕事に戻ろうとすると、向こうの方で両親も直樹から連絡があったのか、涙を流しながら嬉しそうにしていた。そりゃ目にかけていた直樹のハーバード合格は嬉しいに決まってるよな。一方で、その日からというものの、両親の俺への関心はますます薄れを感じた。高卒は仕事だけしていればいい。父は俺に対してそれが口癖になっていた。あの後、ハーバード大学に合格した直樹の報告を受けて、嬉し涙を流した父にハンカチを渡そうと俺から歩み寄ったものの、ハンカチは父の手によって弾かれてしまい、やはり剣をされそう言われてしまう羽目に。極めつけは、両親がハーバード大学にいる直樹のところへ遊びに行くことが決まったらしく、俺だけは誘われず置いていかれるなど、かなり嫌がらせは強烈になっていた。直樹は俺に対して申し訳ないと言っていたが、俺はそんなことは気にするなと電話越しで伝えた。直樹は直樹で両親を改心させたがっていたが、できずに歯がゆい思いをしていることは十分知っている。俺がもっと頑張ればいい話なのだから、直樹にはこれ以上心配をかけないよう努めようと思う。それに、俺がいつか税理士資格を持つようになれば、両親だって認めてくれるはずだ。だが、そんな俺の思いとは裏腹に、両親は俺にさらに冷たい態度を取るようになった。挨拶を無視したり、質問をしても答えてくれなかったりと、エスカレートしていった。こんなことも知らないなんて、これだから高卒は。母に至っては、姑のような小言を毎日のように言うようになり、時には叱責することもあった。しかし、そんな毎日が続いたある日、俺に転機が訪れた。ついに俺は念願の税理士資格を取得したのだった。入社して数年が経った頃、お客様により信頼されたいという思いから、税理士資格を取ることを決意して頑張ってきた成果だった。税理士資格は合計5科目の試験に合格することが必要で、5科目を何年かけて集めてもいい。この仕組みを生かし、毎年1科目ずつ5年の月日をかけて税理士試験に合格し、晴れて税理士になったのだった。達成感が半端ない。ハーバード大学にいる直樹に一番に知らせると、直樹も自分のことのように喜んでくれた。俺はこの勢いで仕事にのめり込むように頑張った。そうしたら、お客様も自然と俺を信頼してくれるようになった。勤務時間外でさえも、お客様のためならすぐに駆けつけたものだ。よしきさん、ありがとう。あなたが担当で本当によかったよ。そうすることで感謝を述べ、笑顔になってくれるお客様が俺にとって何より嬉しかった。対応の速さも怠らず、休日のゴルフやバーベキューの誘いも断らず積極的に参加した。お前ってほんと頑張るよな。お客様とのゴルフを満喫している途中、一緒に来ていた同僚の渡辺裕二が俺を見てそう言った。どうやらお客様との交流に積極的に参加している人間が渡辺には物珍しかったらしい。俺は好きでやっているだけなのだが、渡辺はどちらかというと、こういう集まりはあまり好意的ではないみたいだ。仲の良い人間には
とことん懐くやつだったが、それが仕事上の関係となると意外とドライなところがある。どうして税理士になったんだ？しかし熱いやつなのには変わりない。俺とも気が合うし、いざとなると頼もしいやつなのは知っているから。何言ってんだよ、お前だって頑張ってるだろ。こうしてお客様のために来てるんだし、ほら、せっかくだからたくさん食えよ。俺なんか肉5人前ぐらい食っちまったぜ。お前は食いすぎなんだよ。本当に元長距離選手か？バーベキューで肉を食べていたら元長距離選手に見られなかった。失礼だな。大食いなのは昔からだったが、選手の時は我慢してたんだ。などと渡辺と俺はそんなたわいもない話で盛り上がり、お客様も巻き込んで、その日はバーベキューを楽しんだのだった。そんな渡辺とお客様との交流を重ねていく日々を続けて、俺は次第にお客様から重宝され、気がつけば社内の売上トップにまで上り詰めていた。大口のお客様がたくさんつき、俺の担当するお客様の売上が伸びたこともあって、結果に結びついたのだ。やったな高田、努力が報われてよ。渡辺、ありがとな。俺もそろそろ本気出して、お前見習わないといけねえな。おい、今まで本気じゃなかったのか？からかう渡辺についツッコミを入れてしまったが、渡辺なりの祝いの言葉をもらって俺はとても嬉しくなった。それから渡辺をはじめ俺を慕う人たちがたくさんできた。社内外にも多く作ることができ、人脈が広がり、俺はやりがいのある毎日を送っていた。しかしその一方で両親は相変わらずだった。俺がいくら会社に貢献しようとも、お前のような高卒を入社させてやったんだから、これぐらいの恩返しは当たり前だという態度だ。社内の打ち上げでも成績優秀者の表彰が行われたが、俺だけが外されていた。両親の心を変えられず、再び悔しい思いでならなかったが、その矢先で今度は直樹がハーバード大学を無事に卒業したと報告を受けた。直樹は卒業時にアメリカの公認会計士資格の取得が済んでおり、日本の税理士資格はこれから取るところで、直樹ならすぐに資格を取ることができるんだろうとみんな期待していた。これから直樹が日本に帰ってくると思うと嬉しくてたまらなかった。両親が相変わらずでも、唯一家族と思える直樹の帰省に俺は救われ、気持ちを沈めることができた。だけどこの時の俺はまだ知らなかった。この直樹の帰省までが俺が社員としていられる寿命だということに。直樹が日本に帰省してすぐに直樹も両親の税理士事務所に入社した。直樹は最初の1年間残業なしの優遇をしてもらって、念願の税理士資格を取得した。反対に俺はというと、残業、休日出勤が当たり前という毎日だった。そして間もなく直樹は税理士資格を取得。みんなの予想通り1年目で5科目を見事揃えたのだ。やったな直樹、これでお前も晴れて税理士だな。兄さんありがとう。兄さんと足並み揃えて働けるなんて僕嬉しいよ。するとさっきまで笑顔だったはずの直樹は突然ほろりと涙を流した。慌ててどうしたと聞くと、これは嬉し涙だからと直樹は答えた。相変わらず大げさなやつだな。これでもハーバード大学にいた頃はずっと兄さんがそばにいなくて寂しかったんだ。でも兄さんが日本で頑張ってるのに僕が頑張らないわけにはいかないから寂しいなんて言えなかったんだ。
なんだよ、その彼氏にでも言うセリフ。お前が俺の彼女だったらよかったのにって思うわ。兄弟で何やってんだよ。今度はもらい泣きする俺に直樹は困惑していたが、現れた渡辺に茶化されたことによって余計こじれた。だが居心地がいい。両親に認められないことなど忘れてしまうくらいに。すると不思議なことに、直樹が税理士になったお祝いの席を両親が設けたのだが、珍しく俺もその席に招待してもらえたのだ。ようやく親父さんたちに認められたんじゃねえか。そんな、まさか。披露宴のような会場で直樹と話す両親を見て、同席していた渡辺が俺にそう言った。だけどそうなんじゃないかと思えた。だって俺だってあんなに頑張ってきたのだから。そんな淡い期待を抱きながら両親を見ていると、不意にこちらへ振り向いた父と目が合った。そして直樹に何かを言った後、こちらへ歩み寄ってきたではないか。だがまさかそれが父への期待を見事打ち砕くことになるだろうとは。よしき、お前は本日をもって会社をクビだ。え？お祝いの席でまさかそんなことを父から言われるなんて思ってもみなかったせいか、俺は最初自分の耳を疑った。しかし父の顔を見ると、とてもじゃないが冗談で言っているようには見えず。今なんて？聞こえなかったのか？出来損ない高卒のお前はクビだと言ったんだよ。荷物をまとめたら会社から早く出て行けよ。まったく、帰省中のように会社に居座りよって。気持ち悪いったらありゃしないな。俺の聞き間違いだったらよかったのにと思ったが、それは違った。父は本気だった。本気で俺のことをクビにしようとしている。その事実だけが俺に突き刺さって、今まで俺が頑張ってきたのは何のためだったのか、考えれば考えさせられるほど怒りがこみ上げてくる。俺はその怒りに任せて父に初めて怒りをぶつけた。高校を卒業してから20年間両親のために会社のために尽くしてきたのに、なぜ父さん、なぜ兄さんにそんな、ひどすぎるよ。これからは直樹が所長見習いを務める。そんな時に高卒の兄がいては邪魔だからというのがわからないのか。おいおい、それはねえんじゃねえのか。するとそこに渡辺も入ってきて、渡辺は父に明らかに怒っている様子で話しかけた。長く同僚として一緒にいたが、渡辺がこんな風に怒っている姿を見るのは初めてだ。いくら所長でも息子に対してやっていいこととそうじゃねえことがありますよ。何なんだね君は偉そうに。この税理士事務所で一番偉いのはこの私だ。私が言うことは絶対なんだよ。それとも君も一緒にクビにさせられたいのかね。父は渡辺にすらこの態度だ。俺のせいで渡辺までクビにさせられるぐらいなら、俺はもういいよ父さん。渡辺、俺の中で何かが途切れると、俺は二人の会話を静かに止めた。渡辺がすかさず俺に反論したようだが、正直何も頭に入ってこなかった。荷物をまとめて本日限りで会社を辞めます。今までお世話になりました。おい高田、兄さん。俺は父さんに深々と頭を下げると、会場から逃げ出すように走り去っていった。俺がどれだけ頑張って努力をしてきても両親には何一つ届かなかったことは悲しかったが、直樹や渡辺がいるのだし、二人には
そんなみっともない俺の姿は見せたくなかった。俺もいつまでも両親の会社にすがっていないで、よそで頑張ることが最善なのかもしれない。直樹と一緒に仕事をすることを夢見ていたが、今は潔く引いて直樹を応援しよう。渡辺はこんな俺に今頃怒っているだろうか。渡辺には後日ちゃんと謝っておきたいな。会社へ続く夜道を走りながら、そんなことを考えていると自然と涙が出てきた。泣いたって仕方ないのに。でも絶対この涙を強さに変えてやる。俺はそう思い立つと走るのをやめ、ポケットから携帯を取り出し、あるところへと電話をかけたのだった。そして翌日、俺はお客様に退職の挨拶をして回った。どのお客様も俺の退職を惜しんでくれて、多くのお客様が俺の転職先にお客としてついていきたいと言ってくれた。だが顧客の引き抜きはまずい、申し訳ないと伝えたつもりだったが、お客様が自らの意思で顧問税理士事務所を変更することは阻止できない。お客様は意地でも俺の担当でいたいと頑として譲らなかった。それがどれほど嬉しかったことか。胸にしみ、お客様のほとんどが俺の転職先の税理士事務所のお客様になることが決まって、俺は男気なくお客様の前で泣いた。そう、俺は昨夜退職が決まってすぐ、知り合いの税理士事務所所長の上谷浩二さんに電話をかけ、事の一部始終を話すとスカウトされたのだ。今まで大変だったね。うちでは気楽に過ごすといい。君なら大歓迎だよ。上谷さんはとても気さくな方で、昨夜は泣きながらどうでもいいようなことまで俺は上谷さんに話してしまったような気がするが、責めずにうんうんとうなずいて聞いてくれて、とても親切にされたことを覚えている。君のお父さんが君のことをそのような扱いなのなら、僕のことを本当の父のように思ってくれても構わないよ。電話越しでもわかるように、実の父よりも父らしい発言に、俺は次第にこの人のために頑張ろうと思えた。そして新たな目標に向けて、俺は退所後すぐに上谷税理士事務所に入社したのだった。上谷税理士事務所で働き始めて数日、思っていたよりも仕事がはかどっていた日々が続いていた。もともとのお客様がみんなついてきてくれているため、仕事がやりやすいこともあり、所長もバックアップしてくれているため、上谷税理士事務所では年収も地位も前よりアップしていた。そして上谷所長からの期待を感じて、ますますやる気になった俺は、以前よりも高揚感を感じられ、仕事が楽しく思えた。それからさらに1週間が経った頃、業務終わりに使用スマホを見ると、父親からの鬼電着信が入っていた。父からの電話なんて初めてだし、かなり驚いたが、留守電の一つを聞くと、父の税理士事務所から大量の顧客流出が起き、資金繰りが危ないとの連絡だった。直樹までいなくなって会社が危ないんだ。どうにかしてくれ。お前だってまだ俺の会社で働きたいんだろ。自分勝手な父の発言に振り回されそうだったので、俺はその発言を聞いた瞬間、留守電を切った。正直もう父とすら思えなかった。こんな留守電の続きより、さっき直樹がいなくなったと聞き、俺は直樹が心配になってきていた。すぐに直樹に電話をすると、電話に出た直樹は憔悴しきっている様子だった。会社に退職届を出して家にも戻らず、ホテルで生活しているらしい。俺を解雇した両親の勝手さに嫌気がさして、
別の税理士事務所に転職しようとしているとのことだった。直樹の話によると、俺の解雇の件で渡辺を筆頭に他のスタッフたちも一斉に辞めてしまったらしい。渡辺、俺は未だにあいつに連絡すらしていないのに、俺を思ってきっと。俺は直樹との通話を切ると、スマホ画面に映る父の鬼伝の履歴を呆然と眺めた。俺も直樹も渡辺もいなくなり、他のスタッフや顧客流出までしてしまった今、父の会社の運命は俺にかかっているような気さえしたが、俺は父の鬼伝の履歴を削除すると、スマホをそっと閉じたのだった。翌日、両親の税理士事務所が倒産したことを直樹から聞いた。顧客の流出およびスタッフの大量退職により、事実上経営ができなくなった両親の税理士事務所は倒産に至ったのだった。借金して社屋を回収した直後だったので、両親の手元には多額の借金だけが残った。業界で悪い噂が立った父を税理士として雇ってくれる事務所はおそらくないだろう。父はその後、慣れない力仕事のアルバイトに、そして母も慣れない販売のアルバイトで食いつなぎながら、借金を返す毎日を送っているそうだ。それも直樹から聞いた、と言いたいところだったが、父と母のその後の働きぶりは、なぜかこいつに聞くこととなった。渡辺だ。渡辺、なんか雰囲気変わったな。なんかこう社長らしいというか、以前よりも高いスーツを着てて。わかるか、実は宝くじが当たってよ。それも10億だぜ。10億？し、声がでかい。お前もな。突然連絡が来て俺の前に現れたかと思えば、戸惑う俺をよそに宝くじに当選したことを話し始める渡辺に心底拍子抜けしてしまったが、初めは鼻高々と話していた渡辺が次第に落ち着いたように続きを話し始めた。実はその当たった宝くじで俺の会社渡辺税理士事務所を立ち上げたんだ。俺が所長で、お前の親父さんの会社にいた全スタッフも俺のところに行きたいって言ってくれてよ。みんなに慕われるお前の気持ちが分かった気がしてさ。渡辺、こういう生活も楽しそうだったが、俺は頑張ってたお前を見てきたから、自分だけ抜け駆けってわけにはいかねえだろ。だから所長になって、みんなのこともちゃんと守って、お前とちゃんと足並み揃えて働いていきたいって思ったんだ。もうそれ立派な所長じゃねえか。渡辺らしくなくてなんかムカつく。それに足並み揃えて働きたいって、俺よりお前の方が上じゃんか、渡辺のくせに。でもやっぱり俺お前のこと嫌いじゃないぜ。惚れるだろ。調子に乗る渡辺の肩に腕を回し、プロレス技でもかけてやろうかと思ったがやめた。俺たちは互いの肩に手を回すと笑い合ったのだった。これからお互いの人生に期待を寄せて。数日後、憔悴しきっていた直樹を俺のマンションに住まわせ、面倒を見ながら働いていた日々が続いていたが、直樹は少しずつ顔色が良くなり、食欲も出てくるようになったので、ある日の夜、外食がてら直樹を居酒屋へ誘った。そこで俺と直樹は今までのことをたくさん話し合った。もともと両親によって俺たちは引き裂かれていただけで、
俺たちの兄弟仲が悪かったわけではないし、直樹が気に病むことではないのに、過去を思い出すと直樹は表情が曇りがちだった。しかし直樹は今までずっと俺に辛い思いをさせてきたことに対して謝罪をした。俺は直樹のせいではないのだからとなだめたが、頑として譲らなかった。こういうところは本当に律儀なやつというか、なんというか。正直、兄さんがいなかったらって思うとゾッとするんだ。じゃなきゃ僕、ここまで元気にならなかったと思うし。俺だって直樹に元気がなかったら辛いさ。だけど俺たちは兄弟なんだから、もっとお互いのダメなところを見せ合っても別にいいんじゃないか、兄さん。ということで、俺はこれから酒を大量に飲む予定だけど、ベロベロになった俺をよろしくな。え、って兄さん。俺は目の前に置いておいたジョッキのビールを一気に飲むと、ふわーっとお決まりの息を吐いた。我ながら縁起臭いが、こうでもしないと、せっかく居酒屋に連れ出してきたというのに、直樹がいつまでも飲んでくれなそうだからな。いやー、たまには酒に溺れてみようと思って。それに俺明日仕事休みだし、直樹も今までのことさらっと水に流してハメ外そうぜ。あ、店員さん、ビールおかわり。直樹は俺のテンションにしばらくあっけらかんとしていたが、次第に俺につられてビールを飲み始めると、酔った勢いで笑い転げるなど、普段の直樹とは別の一面も見れて楽しい時間を過ごせた。俺たちの間には今までよりも確かな絆を結んでいった。二人とも大人である今は、両親とは距離を置いて兄弟で仲良くやっていこうじゃないかと酒を酌み交わしたのだった。さらに数日後、俺の紹介で直樹も上谷税理士事務所に入社した。直樹のことを知った所長が、それなら直樹くんもうちの事務所に来ればいいと言ってくれたのだ。戦力が2倍になった気分だよ。2人とも頼んだよ。ライバル会社の渡辺税理士事務所に負けるな。はい。渡辺はあれからスタッフとともに全力で勢力を上げてきた。気がつけば上谷税理士事務所と並ぶ有名な税理士事務所になっていたのだ。ライバル心を燃やす上谷所長に続いて、俺と直樹も向上心が上がると仕事に精を出していった。そしてこれからは二人揃って所長のために、お客様のために頑張ることを誓ったのだった。これまでたくさんの苦労の連続だったが、長距離走で身につけた粘り強さが武器となり、仕事もくじけずに頑張ることができた。だけど俺一人じゃ絶対に乗り越えることはできなかった。お客様や今の所長、そして直樹や渡辺の存在があってくれたからこそだった。両親は俺を否定し続けたが、自分にできることを頑張ってきた俺の人生は決して間違いなんかじゃない。だからこれからも自分の得意分野を生かして頑張っていこうと思う。これまで両親の事務所で働き詰めだったが、転職してからというものの少し時間の余裕もできてきたし、他に何ができるか詮索中だ。一つのことに没頭し継続することも大事だが、視野を広げて見てみるとまた違った景色が見えて、それも勉強になる。そうやって人生の分岐点を作っていくことが、新しい出会いと物語を作り、新しい景色が見えてくるのだろう。その景色はいつだって
自分が思い描いたものが待っていると信じて。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。みなみさんは、お母さんはいらっしゃらないんですってね。娘と共に娘の結婚相手の家に赴いた先で、その母親からぶしつけな質問をされた。うちとお宅では、家柄が釣り合わないと思うが、そのことについてはどうお考えかな。さらに父親の方も、俺たちを見下したように聞いてきた。大切な娘を馬鹿にされて、俺は腹が立っていた。父子家庭ってことであれば、高校には通ったの？低学歴な人とは話が合わないでしょうから、結婚したってお互いが不幸になるだけよ。息子にふさわしいのは、日本トップの大学を出た人でないと。その言葉に、私はこの失礼な夫婦を笑い飛ばした。そして、娘の正体を説明するために口を開く。すると学歴主義の夫婦が驚愕。私と娘の反撃が始まる。私は山本清彦。シングルファザーで、みなみという一人娘がいる。妻は20年前、みなみが小学校に上がる直前に、交通事故で帰らぬ人となってしまった。妻の両親は、さらにその前に病気で他界している。それもあり、それ以来、私の両親、みなみにとっては祖父母にあたる二人と協力して子育てをしていた。とはいえ、家事とかはほぼ両親に頼りきりで、遊ぶ時間もなかなか取れなかった。運動会でたまには親らしいことをしようとお弁当を作ろうとして、卵焼きを真っ黒にしたり、保育園から熱が出たと連絡が来ても仕事で迎えに行けずに、ずっと心配していて、深夜に静かに眠る顔を見て、やっと安心したり、授業参観にもなかなか出れずに、南本人や出てくれた母から話を聞いたり、休日でも仕事で代わりに父が南を遊園地とかに連れて行ってくれたり、学校へ向かう南を何とか見送れても、お帰りと出迎えることができなかったり、そんな感じで実際には最低限しか関われなかったと思う。それでも南はしっかりと育ってくれた。お父さん、忙しいからってちゃんと食べないとダメだよ。お弁当作ったから食べて。ああ、ありがとう。だし巻き卵、自信作だから楽しみにしていてね。忙しい俺を心配して弁当を作ったり。お父さん、この間ね、先生に褒められたの。そうなのか、よかったな。少ない時間でも、俺に学校での話を話してくれたり。私ね、行きたい学校があるの。ああ、みなみが行きたいなら、私は応援するよ。ありがとう、お父さん。親の私が言うのもなんだが、人の気持ちを思いやれる優しい女性に育ってくれたと思っている。そんなみなみだが、先日結婚したい人がいると話をしてきた。相手は上原聡太という柔らかい雰囲気を持つ青年だった。みなみさんとは仕事の関係で知り合ったんです。聡太さんは東大卒の弁護士なの。ああ、なるほど。じゃあ、エリートなんだな。そんなことありませんよ。みなみさんや清彦さんに比べたら、僕なんてまだまだですよ。そう言って笑う彼は失礼かもしれないが、とてもエリートには見えない。まあ、そんな彼だから、少しおっとりしているみなみとは相性が良さそうに見えた。二人は20代後半ということもあり、結婚するにしても、私は口出しをしないつもりだった。だが、みなみを優しく見つめて微笑む彼を見ていると、本当にみなみを大切にしてくれそうだ。聡太くんなら、みなみを任せても大丈夫だろう。みなみのこと、お願いするよ、聡太くん。はい、必ず幸せにします。
幸せにするだけじゃなくて、一緒に幸せになるんだよ。はい。これからもよろしくね、ソータさん。ああ、ミナミ。優しく微笑み合う二人を心から祝福していた。ミナミからソータ君を紹介されてしばらくした頃、ある時、ミナミから話があると言われた。今度ね、ソータさんの家に挨拶に行くことにしたんだけど、お父さんも一緒に来てくれないかな？私も一緒に？うん、ソータさんのご両親、二人とも仕事が忙しいらしくて、なかなか時間が取れないそうなの。だから、一緒に両家の顔合わせをしたくて、それで、お父さんにもついてきてほしいの。なるほどな。わかった。一緒に行こう。ありがとう、お父さん。ああ、そんなに忙しいなら、上原さんの家の都合に合わせるから、日程が決まったらまた教えてくれ。うん、わかったわ。とはいえ、できれば早めに頼むよ。今は閑散期ということもあり、私の方はまだ時間の都合がつくので、相手の家に合わせることにした。だが、今週末の予定だったんだけど、向こうのお父さんが急遽仕事入っちゃったらしくて。そうなのか。週末の予定だったのがずれたり。なんだか、向こうのお母さんが行事の会議をすることになったって。まあ、行事ならしょうがないか。そんな感じで、予定が決まっては、何かしら予定が入って延期になることが多く、時にはやっぱりこの日がいいと話が二転三転し、肝心の予定がなかなか決まらずにいる。どうやら本当に忙しいらしい。ミナミから話があって二ヶ月後、なんとか時間が取れたということで、娘と共に上原家にお邪魔することになった。お待ちしていました、清彦さん。ああ、待たせてすまなかったね。いえいえ、うちの方こそ、ここまで先延ばしになってしまってすみません。いや、大丈夫さ。さ、こちらへどうぞ。ソータ君に案内され、立派な門をくぐる。隣のミナミを見ると、緊張した顔をしている。そんな私も同じ顔をしている自覚があった。ソータ君の実家は、大きな日本家屋だった。庭も広く整えられ、池には鮮やかな錦鯉が泳いでるほどだ。屋根瓦も黒光りしていて、大きな玄関にはゴミ一つない。とても立派な家だ。それから通された部屋は広い客間だった。床の間には掛け軸が飾られ、美しい生け花が高級そうな牡蠣に生けられていた。いかにも由緒ある家だとわかる感じだ。そんな客間の中央に、ソータ君の両親らしい、品の良さそうな格好をした男女が座っていた。父親の方は和服姿で腕を組んでいる。私たちを見据えて動こうとはしない。上原家にようこそいらっしゃいました。そう言い微笑む母親は、愛想が良さそうに見えるが、その目は笑っていないような印象だ。南から事前に聞かされていた話では、父親は上原総一郎、銀行の支店長をしているはずだ。母親は上原優子、私立高校の校長をしているそうだ。両親ともに、蒼太君同様に東大を出ていて、非常に優秀な二人だと聞いていた。はじめまして、蒼太さんと婚約させていただいている山本みなみと言います。父の清彦と言います。今回は娘のためにお時間をいただき、ありがとうございます。ソータの父親の総一郎だ。母の優子です。さあ、座布団をお使いくださいな。畳の上に正座し、二人で挨拶をした。向こうからも自己紹介されて、促されてから座布団に座る。粗茶でございますが、ありがとうございます。優子がお茶を出し、また総一郎の隣に戻った。本日は遠いところをご足労いただきありがとうございます。表面上和やかに始まった顔合わせが、笑っていない優子の目と
見下したような総一郎の目を見ると、一筋縄ではいかないような気がしていた。今日はお日柄もよく。ええ、本当に。天気には恵まれたようでよかったですわね。天気の話から世間話をしていたが、早々に優子が。南さんは、お母さんはいらっしゃらないんですってね。と、突然ぶしつけな質問をしてきた。母さん、いきなり失礼だろ？別にいいじゃない。事実なんでしょ？ええ、まあ。そうたくんが優子を咎めるが、本人は気にした様子はない。その様子に、こちらの方が苦笑してしまう。失礼だけど、おいくつの時に亡くなったの？南が小学校に上がる前に、交通事故で。母さん、本当に失礼だぞ。その後の火事、誰がしたんです？まさかあなたが？ いえ、私の両親が協力してくれたんです。中でも母が火事をしてくれました。女親がいないと困ったこともあったでしょ？ いえ、そんなことは。母さん！矢継ぎ早に質問してくる優子に、私も嫌悪のようなものを感じてしまった。母親がいないと、家事とか教えてくれる人がいないでしょ？特にお料理とか。私の母が家事を担い、私や妻の代わりに、いろいろと南に教えてくれました。そういった経緯もあり、親の私が言うのもなんですが、南はとても家事が上手なんです。料理は特に美味しくて、得意料理のだし巻き卵は絶品なんですよ。そうだよ。南の家はいつも綺麗だし、俺も南の作っただし巻き卵が好物なんですよ。でもね。これ以上言われる前に説明するが、優子は納得していない様子だった。今からこんな様子だと、姑になった後、南が苦労しそうだな。うちとお宅では、家柄が釣り合わないと思うが、そのことについてはどうお考えかな。そんなことを考えていた矢先に、それまで黙っていた総一郎が口を開いた。そして、言われた質問にあっけに取られてしまった。父さん？何ふざけたことを言ってるんだ。それはどういう意味でしょうか。上原家は代々名家なんです。総一郎の言葉を補うように、優子が説明を始める。古くは政治家や官僚なども多く輩出してきました。はあ。私たちももちろん、宗太も東大を出ています。それに、弁護士としても活躍しておりますの。ええ、それは存じています。宗太だけじゃなく、宗太の兄弟も東大を卒業したり、在学中だったりします。母さん、何が言いたいんだよ。学歴なんてどうでもいいだろう。どうでもよくないわ。つまり、上原家はみんな東大に通ってるエリート一族なんです。それなのに、母親がいない娘と結婚するとなると、教育やしつけがちょっと心配でしてね。なんてことを言うんだ、母さん。つまり、南がこの家にふさわしくない。そう言いたいのだと理解し、だんだん腹が立ってきた。だが、南の幸せのために、母親をいさめようとしてくれる宗太くんのために、それを押し殺すために、強く拳を握って、優子の話に耐えていた。父子家庭ってことであれば、高校には通ったの？低学歴な人とは話が合わないでしょうから、結婚したってお互いが不幸になるだけよ。息子にふさわしいのは、日本トップの大学を出た人でないと。いい加減にしろ、母さん。失礼すぎるだろ。低学歴？南が？日本のトップの大学を出ていないだけで？ふっ、ふっ、ふっ、ははは。ちょっとお父さん。思わず笑いがこみ上げてきて、笑い飛ばしてしまった。それに南が咎めてくるが、気にせず二人を見た。散々言いたいこと言われたんだ。ここから先は、こちらの言いたいことを、
真実を話させてもらおうか。私はしっかりと二人を見据えた。急に笑い出して、何なんだ。つまりは、南は父子家庭だから低学歴だろうと決めつけて、うちの嫁にはふさわしくない、と、そうおっしゃるんですね。そういうことです。わかっているのなら、早々にお帰りください。そう言い、鬱陶しいという目で総一郎が言ってきた。うちの娘の人柄や内面も見ずに、父子家庭だからとそう決めつけるなんて、こんなおかしな話は聞いたことがない。あまりにも滑稽すぎて笑いがこみ上げてきました。外面や肩書きしか見ない。そんな薄い人たちなんですね。私が笑いながら言うと、二人とも頭に来たらしい。優子は青筋を立て、総一郎は顔を真っ赤にさせていた。父子家庭だろうが何だろうが、教育はできる。うちの南は、今まで大変努力してきた素晴らしい子です。あなたたちが言うような日本トップの大学を出てはいないが、どこに出しても恥ずかしくない子だと、親の自分が保証できます。何も知らないくせに、自分たちの偏見と価値観だけで決めつけないでいただきたい。つい強い口調で言えば、二人は一瞬口をつぐんだ。そのまま私は立ち上がる。南、帰ろう。こんな失礼な人たちに挨拶なんて必要ない。うん、そうだね。失礼します。その時、襖が開いて、一人の青年が入ってきた。コウタ。あ、弟です。どうしたんだ？ソータの弟のコウタです。今日、兄の結婚相手が来るって聞いてたので、挨拶しようと。そう言いながら、コウタの目が振り返った南を見た途端、瞳目する。山本教授？え、あ、上原浩太って。そうです。学生の上原です。山本教授。俺、山本教授を尊敬してて。え、兄貴の結婚相手って、山本教授なの？落ち着けって。ああ、そうだよ。浩太の言葉にうなずき、翔太くんはあっけに取られている両親を振り返った。南は今、特任教授として東大で教鞭を振るっているんだ。特任教授？東大で？信じられない。二人の表情がそれを物語っていた。娘はハーバード出身なんですよ。ハーバードだと？ええ、そこで学び、いくつもの論文を執筆しています。その論文が世界で認められ、私の知人を通じて、東京大学に招聘されたんです。そして、現在、コウタが通っている東大で教鞭を振るっている。そんな自慢の娘なんだ。ああ、でも、あなたたちからしたら、世界最高峰の大学を卒業していても、日本最高峰の大学を卒業していないと、認めてもらえないんでしたっけ。そう言ってあっけに取られている二人を見下ろした。父子家庭なのに、ハーバードって、本当に変わらないな、あんたたちは。すると、ソータくんが本当に呆れましたという顔で立ち上がる。昔からあんたたちは偏見ばかりで、俺の交友関係にも口出しをしてきた。そのせいで友人関係も制限されて、苦しい生活を送った。あの子の父親は底辺だからとか、あの子は野蛮だからとか。そんなあんたたちのせいで友達なんてできなかったし、友達との思い出なんか全然作れなかった。ソータくんが今までの鬱憤を吐き出すように二人に言う。ミナミは、俺が自分で結婚したいと思った唯一の人だ。そんな見栄や古臭い名家のしきたりなんかで、結婚を認めないと言うならそれでいい。俺はミナミの家に婿として入る。上原家とは絶縁する。そうだ。あなた、なんてことを言うの？行きましょう、清彦さん、南。そうたくんは南の手を引いて立ち上がらせ、私の背中を押す。そのまま私たちはそうたくんに促されて家を出た。俺の両親が、本当に申し訳ありませんでした。
蒼太くんが外に出た途端頭を下げた。蒼太くん、俺の考えが甘かったです。いくらなんでも俺が選んだ相手ならきっと認めてくれるって思ってたんです。なんだかんだ言ってくるけど、俺のためだと思ってたから。君は違う考えなんだよね。当然です。俺は学歴とか仕事とか関係なく、南と結婚したいって思ったんですから。あの両親とは分かり合える気がしません。そう言い、蒼太くんは顔を上げて南を見た。それでも、南と一緒になりたいという気持ちは変わらないんだ。それだけは分かってほしい。ええ、もちろんよ。蒼太くんの手を取って答える南。この二人なら大丈夫だろう。そんな二人を見て、私は微笑んだ。清彦さん。大丈夫だ。君は両親を止めようとしてくれていた。君なら南を任せられるという思いは変わっていないよ。ありがとうございます。それで実は相談が。それなら、うちで聞こう。はい。顔合わせからしばらくして。すみません、社長。ああ、どうした?社長に会いたいという方が来ていますが。仕事をしていると、突然来客があった。来客?誰だ?上原総一郎と、優子という方です。そうか。応接室に通してくれ。かしこまりました。どうやら蒼太くんの両親が来たらしい。名前を聞いて、私は二人を応接室へ通した。私が応接室に行くと、堂々としていたあの時とは違い、落ち着かない様子でソファーに腰掛けていた。お茶、お持ちしました。ああ、ありがとう。秘書がお茶を置いて出ていく。先日は大変申し訳なかった。応接室の扉が閉まると、総一郎が口を開いた。本当に申し訳ありませんでした。南さんのお父様が、こんな大きな会社を経営してるなんて知りませんでした。まあ、あの場では言わなかったし、蒼太くんも話しておかなかった。いや、彼の話なんて聞いていなかったんだろう。私はとある会社の経営者をしている。まだ南が幼い頃は、事業展開やトラブルで忙しかったが、今は安定している。当時様々なところに手を伸ばしていたおかげで、世界的にシェアを広げている。そんな会社だからこそ、社員の中には東大卒もおり、活躍してくれる人もいる。もともと、私自身東大ではないが、京都大学を出ており、学歴はそこそこある方だと自負している。だが、娘の南は私以上に優秀だった。学ぶ意欲も強く、時には私も舌を巻くほどだった。会社を経営しており、当時は特に忙しかったこともあり、時間が取れないことが多かったが、その分できる限り南との時間は大切にしていた。お父さん。ん?私、英語習いたい。ああ、わかった。いい先生がいるところを探しておくよ。あとね、他にも勉強したいことがあるの。どんなことだ?南が学びたいことがあるといえば、どんな環境でも用意した。そのおかげか、南は勉強が趣味、と言えるほど学問にのめり込んでいった。南はファッションとかに興味はないのか?今はいいかな。今人気のあの飲み物とか欲しいと思わないか?別に、かな。それよりも論文読みたいし。そのため、少し世間知らずで、流行り物に疎いのがたまに傷だと思っている。お父様と南さんは本当に仲良く、何でも話せる仲なのですね。ええ、親子ですから、何でも話してくれるので、娘のことはよくわかっていますよ。我が家とは大違いだ。蒼太の考えが、私たちにはわからない。蒼太くんの考え、ですか。はい。蒼太は家を出て行ったきり、帰ってこないのです。私も妻も、
今どうしているのかと思うと不安で。ソーダくんのことは二人とも本当に心配しているらしい。それは表情から伺えた。定期的に生存しているとの連絡は来るのですが。どこで何をしているのかさっぱりわからないんです。それで手がかりをと南さんに会おうとしたら大学を辞めたと聞きました。何をしているか山本さんはご存知ではないでしょうか。どうやら本当に二人は何も知らされていないらしい。あの後、ソータ君とは話し合いましたか？ええ、まあ。この二人は南との結婚を認めてやると言ったが、ソータ君は納得しなかったそうだ。どうせ南がハーバード卒の優秀な人だから手のひらを返したんだろう。そうだが、それの何が悪い？じゃあ、南が普通の大学だったら、結婚を認めなかったのも変わらないんだろう。当たり前でしょう。それの何が悪いんだ。はぁ、結局あなたたちは何も分かってないんだな。たとえ、どんな学歴だったとしても、父さんたちの態度はおかしいよ。おかしい、だと？ああ。どれだけ失礼な態度を取ったのか、自分たちの考えが間違っているとわからないのか。それがわからないうちは、俺はこの家には帰らない。そう告げ、ソータ君は出て行ってしまったらしい。説明をした二人は、すっかりうなだれていて、先日の毅然とした態度は全く見られない。それほどまでに、長男であるソータ君が出て行ったことがショックなのだろう。疑問だったのですが、なぜそんな偏見を持っているのですか？奥様は特に教育者の立場でしょう。はい、確かに私は名門私立高校の校長をしております。うなだれたまま優子が説明を始める。その学校では毎年東大に入学する生徒が何人もいます。しかし両親が揃っていて経済力のある家の方が圧倒的に合格率が高いです。これだけではまだ片親に偏見があるのかわからない。その理由として、片親の子供は私立高校に入ってくるほどの経済力があっても勉強だけに集中ができないことが多いことがあります。片親だから親の負担にならない、もしくは負担を少しでも軽くしようとアルバイトに出る子供も多い。そうなると必然的に勉強の時間が削れ、中には家庭環境のせいで悩むことで勉強に集中できないのだろう。時には授業料を滞納する家庭にも困らされて、そういった家庭の生徒はやはり勉強意識が低いんです。なるほど。だから片親の家は貧乏で、貧乏の家の子は低学歴といった方程式が頭に染みついてしまっているんです。確かに、そんな現状を目の当たりにしたことで、そういった目を持ってしまうのはわかります。しかし。はい。どんな生徒だったとしても、校長として、教育者として、偏見の目で見てはいけないのに、いつの間にか偏見に濡れていました。真正面から、生徒一人一人を見なければならないというのに、私は人として恥ずかしいことをしてしまいました。そう告げ、頭を深く下げる様子から反省しているのがよくわかった。総一郎も優子の言葉にうなずき、同様に頭を下げる。やっと反省してくれたようだ。それなら託されたものも渡せる。私は二人に手紙を差し出した。これは、ソータ君と南から預かっていた直筆の手紙だ。いつか俺の両親が心から反省して清彦さんに謝罪したら渡してください。そう言われ今まで預かっていた。父さん、母さんへ。俺と南はこれからアメリカで生活します。南は大学に縁があり、俺はここで国際弁護士の免許を取得するつもりです。父さんと母さんには今まで育ててくれたこと本当に感謝しています。二人からの干渉が俺には苦しかったのも事実ですが、
愛情から来るものだと理解しています。しかし、今回はどうしても我慢できませんでした。これ以上、完全に二人を嫌いになる前に、少し距離を置きたいんです。黙っていたことはごめんなさい。総一郎さん、優子さんへ。私は正直、忙しい中私にたくさんの愛情をくれた父、そして亡くなった母を侮辱されたことは許せません。ですが、蒼太さんとご両親を引き離すのは本意ではありません。お互いに距離を取り、心を落ち着かせたら、ぜひアメリカに来てください。私たちの生活を見てもらいたいんです。今回のことで傷ついただろう二人からの手紙。それを読んだ二人からは涙がこぼれ、小さく、ごめんな、とつぶやいた。いつまでも子供だと思っていたら、手の届かないところに行ってしまいましたな。そう声をかければ、二人は泣きながら何度もうなずいた。蒼太くんも南も、もう立派な大人である。心配でいつまでもそばに置いておきたい気持ちはとてもわかる。しかし、私たち親は手を離す時を見誤ってはいけないのだろう。寂しいと思う気持ちはあるが、二人の生活が幸せなものであるように、私はそう願った。それから私と蒼太くんのご両親とはたまに連絡を取り合う仲になった。食事をしたり酒を飲んだりして子供たちのことを話すのである。いらっしゃい、清彦さん。お邪魔します。そういえば、二人から写真が送られてきました。ぜひ、食事を食べながら一緒に見ましょう。ああ、それはいい。二人とも、元気にやっていて何よりだ。ええ、本当に。今回はニューヨークで撮ったらしい写真ですよ。ニューヨーク、それは楽しみだ。この時間は、私にとってもとても楽しい時間だ。やはり、私自身大事な一人娘が海外へ旅立ったことは寂しく思ってしまうのだ。そういえば、先日蒼太と電話で話したんです。ほう。最初はお互い気まずくて、ぎこちなかったですが、私が蒼太の話を聞きたいと伝えたら、こうそうしたらしく、様々なことを教えてくれました。それはよかった。ええ。以前の私なら、自分の考えだけを一方的に話して押し付けるだけで、蒼太の話など聞こうとしなかったでしょう。そんな人間には、誰だって話をしたくないと思うのが普通です。ですが、私にはそれすらわかりませんでした。いくらいい学校を出ていたとしても、人間的に未熟だと思い知らされました。今は違うのでしょう？ええ。自分の息子に教わることも多いものですな。そう言い笑う総一郎さんに、優子さんも柔らかく微笑んだ。上原家は名家だと、私も姑に言われてここまで来ました。でも、そうやって威張っているだけで、どこが名家なのか、本当はさっぱりだったんです。そういうものだと、ただ思い込んでいました。思い込みって怖いですよね。そう微笑む優子さんも、そんな彼女にうなずいて微笑む総一郎さんも、出会った頃よりずっと魅力的に笑うようになった。それから、初めの電話をきっかけに、電話やメールのやりとりも増えてきているとのことだ。家族の雪解けも近いのではないかと感じていた。数年後、私は今日、二人と共に空港にいる。以前、南の手紙に書かれていた、自分たちの生活を見てほしい。それを叶える日が来たのだ。お父さん。南。アメリカの空港で出迎えてくれた蒼太くんと南は、少し雰囲気が変わったものの、元気そうだ。久しぶり。ああ、久しぶりだな。元気そうね。こちらとは違い、少し気まずそうに会話をする蒼太くんとご両親。さ、私たちの家に行きましょう。南の言葉に、私たちは蒼太くんたちの家にお邪魔することにした。さすが、綺麗にしてるな。ええ、もちろん。
家の中を案内されていると、ある部屋であるものを見つけた。これは、ベビーベッド？それに、赤ちゃんのおもちゃ？もしかして。はい、実は。そう言い、優しく微笑みながら、南は自分のお腹を撫でた。そうか、私たちの孫が、そこにいるのか。まあまあ。そうなのか、そうか、私たちもおじいちゃんとおばあちゃんになったのか。そうだくん、みなみ、おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。二人は心から嬉しそうに微笑んだ。実はですね、どうやら双子らしいです。あら、孫ができたのも嬉しいのに、それが二人もだなんて。そうだ、しっかり南さんを支えるんだぞ。ああ、もちろんだ。私たちのような真似をするな。しっかり話を聞いてやれ。ああ、もちろん。お父さんにたくさん愛されたように、この子たちもたくさん愛するね。ああ、何かあればすぐに連絡しなさい。必ず駆けつけるからな。ありがとう。ほがらかに笑う私たち。あの日の確執がようやく解けた。それから数日、二人の家にお世話になり、私たちは帰国することになった。今度は、俺たちが日本に帰るよ。はい、四人で。ああ、楽しみにしているよ。ええ、でも無理はしちゃダメよ。そうだな。みんなで、元気に帰っておいで。そう約束を交わし、私たちは帰国した。総一郎さん、優子さん、よければこれから一緒に買い物に行きませんか？買い物？ええ、二人にベビーグッズを送ってやりたくって。それはいいですわ。ぜひ一緒に行かせてください。両家ともに初孫ではしゃぎ、たくさん買って送ったことで、後ほど南に電話で。ありがたいけど送りすぎ。と怒られてしまった。さらに数年後、今度は三人で四人を出迎えることになる。様々なことに偏見を持つことは、人生においてそう少ないことではない。しかし、思い込みによって、本質が見えなくなってしまうことだって多い。だから、誰かにぶつけてしまう前に足を止めて一旦考えてほしい。思い込みや偏見で、すぐに物事を判断するのでなく、本質を見誤らないようにしていくことが必要なのだと、そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。副業が OK の会社なのに、専務は副業をしている人を嫌悪している。僕も専務に嫌われている人の一人だった。そんな専務が僕の机を叩きながら大きな声を上げた。なんだその勤務態度は。僕の勤務態度のことを言っているらしい。とはいえ、今日の僕は体調がすこぶる悪かった。高熱が出ているから休ませてくれ、というこちらの願いを一蹴したのは専務本人なのに。副業ばっかりで仕事を舐めているのか。何を言っても聞く耳を持ってもらえない。専務にとって副業への偏見はそれくらいひどいものだ。そしてついに僕は専務に、クビだと宣言された。もうどうでもいい。熱にぼーっとする頭で僕は気づけば喜んでやめますと口にしていた。その後、ことの次第を知った社長が飛んでくることになる。その時になって初めて専務は僕の正体を知るのだった。僕の名前はネオカイト、35歳。広告代理店で働くごく普通のサラリーマンだ。と言っても実は広告代理店は副業で本業は別にある。僕の勤める会社は届け出れば副業が可能なのだ。この柔軟な勤務形態は僕のような働き方の者にとっては
とてもありがたいものだった。この会社も勤め始めて7年になる。実は昔、随分と長い間仕事を転々としていたのだ。それは主に僕のコミュニケーション能力のなさが原因だった。僕は文章を書くのは得意な方なのだが、おしゃべりをするのが圧倒的に苦手なのだ。それが原因で若い頃は職場の人間関係に馴染めず多くの苦労をした。人付き合いが悪いやノリが悪いという印象を持たれた後は、いつの間にかどんどん人が疎遠になっていくのだ。ノリと勢いが大事とされる職場では特にうまくいかなかった。こうした職場では大体が最後に煙たがられる存在となって終わりだ。一度根付いた印象はなかなか覆るものではなく、修復もまた難しいものだった。なので昔は自分に合う職場が見つかるまで職を転々としていたのだった。こうして見つけたのが現在の職場。ここは社員や会社全体の雰囲気が落ち着いていて、居心地がとてもいいところだ。やっと自分に合う職場に巡り会えたという感じがして嬉しかった。この会社でコピーライティングの業務を担当している。文章力があることが僕の強みだから、この業務はなかなか楽しく、性に合ってるのが身に染みて分かった。それに何より僕の作る文章は豊富な知識に裏付けられているのだ。自分で言うなと言われる話だが、これに関しては僕にも自負がある。なぜなら人付き合いが苦手だった僕の友達はいつだって本だったからだ。長い月日をかけてたくさんのジャンルから数えきれないくらいの数の本を読んできた。作品が伝えようとすることを読者である僕たちは全力で受け止める。その過程の中で着実に知識が自分の中に定着していっているのを実感した。その結果僕の文才も少しずつ伸びていったというわけだ。担当したコピーライティングを見た人は、ワードセンスが光っているとお褒めの言葉をくれる人が多く、世間の評判も上々だった。こうした評価がやりがいとなってモチベーションに直結しているのを体感する日々だった。ということでこの会社は業務自体がとても楽しいと思う。しかしこの会社が好きな理由が実はもう一つあるのだ。それは同じ部署で仲のいい同期の存在だ。いつも人間関係がうまくいってなかった僕にとって、同期と友好な関係を築けているのは奇跡みたいな出来事だった。中でも特に鈴木千早という女性とはとりわけ仲が良くなった。彼女は英米文学が大好きで、たくさんの作品に精通しているようだ。読書が大好きな僕と話がとても合った。僕としても文学について語り合える人ができることはとても嬉しいことだった。僕は様々なジャンルを好んで読むのだけど、中でも短編集が一番好きだ。対して千早さんは戯曲を好んでいた。戯曲はね、テンポがいいのはもちろんなんだけど、やっぱり演じることを前提としている作品なの。普通の小説からは感じられない空気感が私は大好きなの。そう、まるで息遣いまで聞こえてくるような、登場人物の動きが自分に憑依してくるような感覚に、体中がうずく感覚がするの。こんな感じのことを千早さんはいつも興奮気味に語っていた。大好きな戯曲の話をするときの彼女の目は、どんな言葉でも表すことができないくらいキラキラと輝いていて、本当に文学が好きなんだなとしみじみと感じた。お互い好きなものを語って、それを聞くことで新しい世界が開けるような感覚がとても斬新だった。このように僕たちが勤務後に二人で文学談義をして盛り上がるようになるまで、それほどの時間はかからなかった。この平和な日常がこれからも続いてくれれば、日々そう思ってならなかった。しかしそんな僕のささやかな願いは、ある人物の登場とともに崩れることになった。
その人物はというと、専務の大林だ。大林は関連会社からの天下りでこの会社にやってきた。一見人当たりがよく、バリバリに仕事ができるエリート的な人物。頼りがいがあってかっこいい人だな、というのが僕の第一印象だった。しかし彼は僕たちとは致命的に相性の悪い考えの持ち主だった。というのも彼、尋常じゃないレベルで副業が嫌いなのだった。もちろん彼も事前にこの会社が副業 OK なのは耳にしていて理解しているはずだ。しかし大林の副業嫌いは会社がどんな方針だろうとまるで関係がなかった。どうしてそれほどまでに副業を嫌悪しているのかというと、それは彼の過去に理由がある。どうも大林は前の会社で副業していた部下に裏切られてしまった経験があるとのことだった。手塩をかけて教育していた部下、仕事のできる大林のことだから真剣に全力で教育に努めていたことだろう。もしかしたらとても可愛がっていた部下だったのかもしれない。しかしその部下が陰で競合他社を相手に副業をしていたのだ。その結果最終的に大林は裏切られることになり、自社はノウハウを盗まれて被害を被る形になったようだった。その事案で言うと、誰が見ても悪いのはその部下本人だ。大林専務には同情さえするほどだ。しかしだからといって全ての副業が悪いという決断を下すのはいささか短絡的すぎると思う。副業をしている人のほとんどはそんな悪意を持って働いていないし、むしろ副業 OK としてくれる会社には多大なる感謝の気持ちを持って勤務しているはずだ。かくいう僕だってその一人だ。しかし大林にはそんな気持ちは全く伝わらないようだ。日々の言動からは副業全般にかなり偏見を持っているのがひしひしと伝わった。僕の働く広告代理店も大林の異動により随分と社内が一転した。のんびりと穏やかな雰囲気だったオフィス内がどよーんとした重たい雰囲気に包まれるようになったのだ。というのもこのオフィスの中では半分の社員が副業をしているからだ。それなのにもかかわらず、ことあるごとに大林は副業している社員をあぶり出しては嫌なことを大声でみんなに聞こえるように言うのだった。副業しないといけないほど金がないのか、借金でもあるのか、といった言葉が行き交うのは日常茶飯事。ひどい時には隠し子でも養ってるのか、という暴言さえ飛び交った。違いますと反論したところでまるで聞く耳は持ってもらえない。挙句の果てにはどうせ本業も副業も半人前に違いないと決めつけられてしまう始末だった。また社風も大きく変わった。以前までは比較的誰でも定時退社できるのが基本だったのだが、専務が来てから定時退社が許されなくなってしまったのだ。定時間際に仕事を押し付けられることなんて頻繁だった。運よくそれから免れて自分の仕事が終わったから帰ろうとした時のこと、お疲れ様でしたと言って席を立とうとした僕に大林専務は、いいご身分だな、こうして残業している人がいるというのに何も感じないのかと声をかけてきた。唐突な文句に何も言い返せずにいる僕に対して大林専務は、いや、もしかして今から副業か、だとしたらなんてかわいそうなんだ。普通に働くだけじゃ生活できないってきつい話だよな。まあいいや、どうぞどうぞ帰って、と小馬鹿にしたような様子で嫌味を続けるのだった。こんな会話が飛び交うのが当たり前のオフィス。しかし大林専務は仕事がとてもできる人だったため誰も文句や反論ができなかった。何か言えばクビにされてしまうんじゃないか、そんな恐怖が僕たちの中を充満していた。実際何人かの社員は
副業を辞めたりさせられたのだ。副業ができないのならこの会社にいる意味がない。そういう理由から自ら広告代理店を辞めた者も何人かいた。僕は過去の経験からこんなに自分に合った職場を見つけるのはとても困難だと感じていたので、この境遇にも耐えることにした。千早さんも同じようで、何を言われても黙ってこらえている様子だったけど、心の中では二人ともネチネチと言われる嫌味攻撃と仕事の邪魔をされるような日々に心底うんざりだった。そんな中、社内ではインフルエンザが流行り始めた。ウイルスというものは一人が感染すると蔓延していくものだ。徐々に罹患する社員が増えて、お休みを取る人が増えていった。そんな現場に大林専務は苛立ちを隠せないでいるのが伝わった。とはいえ、こればかりは仕方のないこと。注意していてもかかる時はかかってしまうものだ。それにもかかわらず、大林専務は日に日に怒りを大きくさせていた。次第に怒りは目に見えて態度に現れ始め、ついには休んでいる社員のことをボロクソに文句を言い始めるのだった。これはかかりたくないな。もしかかったらなんて言われるか。それを想像するだけでも気分が重たくなるようだった。しかし翌日の朝、無情にも恐れていた事態が起こった。ついに僕もインフルエンザに罹患してしまったのだ。前日から少しゾクゾクとした悪寒を感じていたため、嫌な予感はしていたのだが、今朝起きたら高熱で頭もフラフラだった。インフルエンザ特有の関節の痛みもあって、完全に感染したのがわかる状況だった。まずいな。結局感染してしまった。これでは到底仕事なんてできる状況ではない。そう判断した僕は、高熱で倒れそうになる体を何とか起こし、会社に休みの連絡を入れることにした。社員の出社状況を管理しているのは大林専務。なので必然的にこの電話は大林専務につながることになる。なんて言われるかを考えると、よりしんどさを感じて苦しい気分だった。3コールくらい続いた後、やはり大林専務が電話口に出た。いつも通り低くて威圧感のある声だった。お疲れ様です、ネオです。はい、何？朝一だというのに、すでに不機嫌な大林専務。僕は大きく息を吸いながら、覚悟を決めて休ませてもらうよう伝えた。昨日から体調が悪くて、今熱を測ったら39度を超えているんです。それで？体の症状から判断するに、インフルエンザだと思います。後ほど病院にも行こうと思いますので、ひとまず今日は休みをいただけないでしょうか。できるだけ申し訳ない気持ちを全面的に伝えてみた。実際休むことで、僕が担当している業務は止まるわけだから、罪悪感を感じているのも事実だった。しかし、大林専務から返ってきた言葉は、そんな僕の気持ちを全く感じ取っていない、恐ろしく冷たい言葉だった。副業なんかしているから体調管理ができないんだ。社会人としての自覚を持てよ。どうせ意味のない副業なんかのために会社をバカにしてんのか。電話越しからでもわかる大林専務の怒り。他の人はともかく、僕の場合はインフルエンザにかかったのも副業のせいだと思っているようだった。確かに本業も大きな賞の締め切り前で忙しかったのは事実だ。しかし、この感染はおそらく会社で流行っているインフルエンザによるものに違いない。オフィス内の半分くらいの人が毎日咳をしている環境で、どんどん社員が罹患して休んでいく現状なのだから、僕が感染したとしても仕方のない要素が多いような気がした。しかし大林専務はそう思ってはくれないようだ。副業を絡めた説教をした後、マスクをして出社しろとだけ言って電話を切ってしまった。この場合どうしたらいいのだろう。僕が出社することで他の人にも移す心配がある。
僕としても薬を飲んでも熱が下がる様子はなく、しんどさは加速する一方なので、病院に行った後はおとなしく安静にしていたかった。しかし少し時間が経った後、絶対に出社しろとのメールが大林専務から届いた。これを読んだ僕はもう断ることなんてできないような雰囲気を感じていた。ここで許可なく休んだらどうなるんだろう。それを考えると、熱で侵された体を引きずってでも会社に行かないといけないような気がしてならなかった。結局この日の僕はフラフラの状態で出社した。しかし僕の出社を見た大林専務はいつも通り大量の仕事をこちらによこしてくるのだった。頑張らなくては、頭ではそう思っているのだけれど、思うように体が動かない。マスク越しに感じる自分の息の暑さに頭が割れるような頭痛が引き起こされた。大丈夫？すごくしんどそうよ。無理しないで休んだ方がいいわ。そう言ってくれる千早さん。彼女は本当に心配そうな目でこちらを見ていた。朝に休ませてほしいって連絡を入れたんだけどね、専務が必ず来いって。そう言いながら苦笑いを見せる僕に対して、千早さんは整った顔をぎゅっと歪ませていた。それにしても体中が本当に痛い。熱で頭もぼーっとして、仕事は全くままならなかった。僕はいつの間にか机の上でぐったりとなってしまっていた。もたげた頭でパソコンの文字を読むのがやっとだった。そんな僕の様子を見つけた大林専務。彼は眉間にシワをぐっと寄せたまま、ずかずかとこちらに歩いてきた。そして次の瞬間、バン僕の机を思いっきり叩いた。静まり返るオフィス。あまりの大きな音に誰もが手を止めてこちらを見ていた。なんだその勤務態度は。すみません、頭が痛くて回らないんです。お前そんなことが通用すると思ってるのか。そんな勤務で給料だけ持って行きやがって。割れるような頭痛の中、大きな土星が頭をこだまして、まともに返事をできない僕。そんな僕の態度が気に入らないのか、大林専務の怒りはますますヒートアップしていった。どうせこの仕事がなかったら生活苦に陥るくせに、お前もうクビにするぞ。僕は熱のせいもあってなんだかもうどうでもいい気分だった。何よりこの専務の目の前からいなくなりたくてたまらなかった。だから僕は、クビですか、喜んで。気づいた時にはそう言ってしまっていた。気だるく重たい体を引きずりながら、僕は部署の同期が手配してくれたタクシーが来るのを待つ。付き添ってくれている同期たちはみんな、本当に大丈夫か、家まで帰れるかと心配そうだ。こうした優しさに触れていると、改めてこの会社の人たちの優しさを感じる。こんなことになってしまったけれど、僕はもともとこの会社がすごく好きだったのを身に染みて思い出した。その時タクシーを待っている僕のもとに、事の顛末を知った社長が飛んできた。どうやら千早さんが社長に知らせてくれたらしい。急いできた社長はうっすらと汗ばんでいて、息も絶え絶えだった。そして僕のもとに駆け寄り、大丈夫か、無理しないでくれ、それに今回のことはもう一度考え直してくれないかと言うと、懇願するような顔でうなだれてしまった。そんな社長の様子を見て、ポカンとした表情を浮かべる大林専務。なぜ社長はこんな奴を引き止めようとするのだ、とでも言いたげな顔だった。社長はそんな大林専務を見つけると鬼の形相で近づく。そして、大林君、一体どういうつもりだ、君は何を考えているんだと激怒し始めた。なぜ怒られているのかわからない大林専務、明らかに驚いた様子で焦りをあらわにしていた。
社長、こいつネオの職務態度を見てください。全く働かないんですよ。インフルエンザで働かすやつがどこにいるんだ。それはまだインフルだと決まったわけではありません。それに副業のために仕事をおざなりにする社員なんて必要ないと思います。君、ネオ君がどんな人か分かっていないのか。そう、大林専務は何も知らなかったのだ。副業している人がみんな一人前の職務を全うしないと決めつけていたのが原因だろう。実は僕はこの広告代理店では一番のやり手コピーライターとの評価をもらっていたのだった。社長によると、僕がいなくなったら会社が回らなくなってしまうらしい。あくまで社長曰くだから本当のところはわからないものだけれども、けど実際そういった評価をもらっているのは事実だった。そして大林専務はもう一つ大きな勘違いをしている。それは僕の仕事についてだ。僕が他に副業していると思っているのだが、僕にとってはこちらの仕事が副業なのだった。僕の本業は作家だ。ありがたいことに収入面においても確実にこちらが本業と言っても何の問題もない。若い頃は売れず飛ばずの苦い経験をたくさんしたものだが、最近では俗に言う売れっ子作家として少しずつ有名になっていた。作品はヒット作も多く、魅力的な視線で書かれ、読みやすいのに心に響くとの評価を受けることが多い。自分的にも鮮やかに展開される短編小説を書くのが特に好きだった。つまり広告代理店はこの本業の手腕を生かしながらの勤務だ。短編小説を書くのを生業としている僕にとってコピーライトはとても得意な作業だった。インフルエンザが完治するまでしっかり休んでください。その後はお願いだからまた出社してくれないか。タクシーに乗り込む直前まで社長はそう言って僕に懇願していた。社長がそう言うならこの仕事は楽しいし、基本的にみんな優しくて好きだし、僕は回らない頭で社長からの懇願を受け入れようかなと思ったりしていた。大林専務は感染症の社員を無理に出社させた上、一番のやり手社員を理不尽にクビにしようとしたことでかなりひどく叱責を受けたようだ。今回のことのみならず他の社員からの不満もたまりにたまっていたので、誰も擁護することはなく、むしろ逆に被害を訴えた社員もいたという話だった。僕は小さい頃から人と交わることが苦手だった。もっと言うなら幼少期、言葉を発するようになったのもかなり遅かったようだ。これには親も随分気をもんだらしく、いまだに、あの時は本当に心配したんだよ、と言ってくるほどだった。しかし、その反動なのか、文章力は周りの子の群を抜いていた。うまくおしゃべりはできないのに、文章を書かせたら、スラスラと言葉が紡がれるのだ。しゃべるより書く方がよほど性に合っている子供だった。そんな僕の幼少期は、やはり読書と創作とともにあった。友達と遊ぶより本を読んだり自分で物語を作る方が楽しく感じたのだ。図書館にこもってたくさんの文学に触れているうちに国語力はめきめきと上達していった。中高とそんな日々を過ごし、大学は当然のごとく文学部に入学した。思う存分専門的な知識を得られる大学は夢のような場所だった。同じように創作活動に励む学友等ととても楽しい4年間を過ごした。そして卒業後、僕はそのまま作家になる道を選んだ。自分のこれまでの努力と才能を信じていたからこそ夢いっぱいのスタートだった。しかし実際は作家になるのはとても難しく厳しい道のりだった。まずチャンスに恵まれない。自分の作品を売り出す機会に当たることがほとんどないのだ。僕の才能も例のごとくなかなか見出されなかった。それでも諦められない作家という夢。僕はいろんな職を転々としながら何とか食いつないでいた。
人付き合いがうまくいかなかったのもあり、定職を見つけるのは難航した。転々とする仕事の傍ら、作品を出版社に送り続ける日々だった。その中で何社目かに就職したのがこの広告代理店だった。ここでのコピーライトの業務は過去のどんな仕事よりも性に合っており楽しかった。また会社からこんなに評価されたのはこの仕事が初めてだった。この会社では嬉しいことに人間関係もうまくいったこともあり、長く勤めることに成功した。本職ではないとはいえ、自分の属する環境ができたことがすごく嬉しかった。ここの社長が副業 OK にしている理由は、夢を持つ社員の応援をしたいという善意からのものらしい。もちろん僕も入社の際に作家を目指していることを伝えていた。社長はそんな僕を応援してくれるとともに、親身になって支えてくれる人だった。例えば文学賞の締め切り前は自由に有給を使う許可をくれた。結果発表の時なんかは、結果はどうであれいつも食事に誘ってくれたりした。どんな時も優しく見守りながら応援をしてくれる社長の存在がとてもありがたくて、ある意味辛い日々の中での僕の心の支えだった。今の僕があるのはこの会社に勤めて社長の支えがあったからだと思う。売れなかった頃の恩義があるからこそ、僕は売れっ子作家となった今でも社長の元から離れられず、広告代理店でコピーライターの仕事をしているのだった。ピンポーン。一人暮らしで静まり返っている部屋にインターホンの音が鳴り響く。気だるい体を起こしてドアホンを見てみると、そこにいたのは千早さんだった。インフルエンザで寝込んでいる僕の体調を心配して彼女がお見舞いに来てくれたのだった。飲み物や冷たい冷えピタの差し入れ、一人だと全てが億劫で、ただベッドに横になっていただけだったから冷えピタの気持ちよさに感動した。しかしこんなウイルスだらけの空間に千早さんを入れておくわけにはいかない。僕は必死で帰るよう勧めた。千早さん、ありがとう。でも移ると大変だからもう帰った方がいいよ。でもこんなに会社で広まっているんだからもうかかってるかも。それも困るけど、本当にしんどいよインフルは。でしょ、一人じゃ看病してくれる人もいないし、そんなの治りも遅くなるよ。そう言いながらテキパキと机を片付ける千早さん。感染したらどうしようと怖がる僕に、彼女は笑いながら体温計をこちらに渡してくるのだった。何度だった？7度9。まだ少し熱があるね。しんどさは？だいぶマシになったよ。まだぼーっとした感じはあるけど。そっか、辛いよね。食欲あんまりないと思うけど、食べなきゃ治らないからおかゆでも作るね。千早さんはそう言って手早くリビングに立った。え、調味料全然ないじゃんという声がかすかに聞こえた。何でもないように看病してくれている千早さんだけれど、僕はもちろん女の人に病気の看病をしてもらったことはない。交際経験がないわけではないのだが、比較的、いや極めて少ない方なので、内心では心臓がバクバクだった。果たしてこの熱は本当にインフルエンザによるものなのだろうか。もしかしたら職場とは違う雰囲気の彼女に照れてしまっているのかもしれない。動かない頭でそんなことを思ったりした。正直あまり食欲がなかったのだが、いざ目の前にほかほかの卵がゆが出されると、お腹は空腹を思い出したかのように反応した。レンゲですくって一口口に入れる。優しい味付けで柔らかく炊かれた、それは今までで一番おいしいおかゆだった。すごくおいしい。本当？よかった。そう言いながら彼女は今度は自分もレンゲを口に運ぶ。当たり前のように食べているが、使っているのは僕の家のレンゲだ。
その事実を意識すると妙に恥ずかしく、少し嬉しさにも似た興奮を覚えた。僕は照れを隠すかのように、本当に映るよともう一度伝えた。彼女は熱々のお粥をパクパクと食べながら、小悪魔的な笑みでこう言った。じゃあ映ったら今度はネオくんが看病してね。千早さんにはかなわない。僕は心底そう思った。もともと気が合うし、話も弾むし、素敵な女性だと思っていた。しかし千早さんもまた本職が別にある人。女優を目指して劇団に所属しているのだ。広告代理店ではその撮影知識や他の女優との人脈を生かして広告撮影に役立てている。僕と同じく本業と副業が良い相乗効果を生んでいる人の一人だった。ということで千早さんは女優志望の女性なのだ。ということは当然のごとく顔がとても整っていて、スタイルも抜群だ。それに加えて誰にでも優しく、人当たりの良さまで持ち合わせている。人を見た目で判断するのには反対だけれど、どう見ても彼女は僕にとって高嶺の花だった。しかし今回の看病を経て、あることに気づいた。恐れ多くも彼女も僕に好感を持ってくれていたのだ。僕たちはそれとなく思いを伝え合い、自然な流れで付き合うことになった。僕はあまりの嬉しさに舞い上がり、高熱が再来しそうな気持ちだった。リンゴを剥きながら、ずっと前からそれとなく気持ちを伝えていたのに、なんで気づかなかったの？という彼女。整った顔で上目遣いに睨まれ、こんな可愛い子を相手にそんな選択肢、想像さえできなかったよ、と心底思う僕なのであった。千早さんの看病もあり、僕はすっかり元気になった。どうしようかと悩んだけど、仕事へ復帰することにした。会社に着いた途端、開口一番に社長が僕の手を握りながら、よく来てくれた。本当にありがとう。と言ってくれた。本当に感謝を伝えたいのは僕の方だ。今でもこんなに必要としてくれている事実が嬉しくてたまらなかった。これからも社長の恩義に応えるべく、もっともっといいコピーを作っていきたいと心から思った。そして本業の作家業、名も売れてきた僕の今後の目標はズバリ映画化である。映画化と聞くとあまりにも大きく現実的ではないと思われがちだが、大きな賞を取ることができればそれも夢ではなくなるのだ。実は今回の大賞は最終選考に残っているとの連絡が来ている。結果がわかるまで内心ドキドキなのだった。もし本当に映画化された暁には、千早さんもその映画に参加するつもりらしい。とはいえ役をつかむのは千早さん自身。何があってもオーディションで勝ち取ってみせると僕以上に意気込んだ様子の彼女だった。ところで大林専務はというと、社長に叱られたことでシュンとしていた。ひどく叱責されたことで偏見を捨てることができたのかもしれない。副業する社員のすべてが裏切るわけでもないのだと思い直し、自分の行動を反省しているようだった。今では社員いびりをすることもなく、基本的にあまり役員室から出てこなくなった。おかげで帰り際に仕事を押し付けられることもない。会社には平和が戻ってきたのだった。僕や千早さんのように二足のわらじを履いてるからこそ、両方に好影響が出るということもあるのだ。副業があるからこそ時間の有用性を誰よりも理解しており、時間内に作業を仕上げるという意識が湧くのではないだろうか。要は副業の生かし方や心構えが重要なのだ。どちらも中途半端ではいけない。どちらも完璧に熟す。僕にはどちらもやっているからこそ持てる強みがあると思う。それを生かして今後も頑張っていきたい。そうするうちにもらった分の恩を少しでも会社に返していけるような気がした。ただいま。二人分の帰宅音が家の中に響く。
僕たちは最近同棲を始めた。一緒に生活してみると新しい発見がたくさん見つかるものらしい。千早さんは実は超大食いだということが最近わかった。スタイルをキープしなくちゃと言いながらパクパクと白ご飯を食べるのだからますます魅力的だ。いつか二人の夢が、二人で作る映画の夢が叶ったら、その時は結婚したいな、なんて思ったりしている僕なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたがいるだけで、私たちの資金が貧乏臭くなるんだけど。成功し、大出世した友人の結婚式に呼ばれた中卒の俺。こんなに高級でかしこまった式に参加するのは初めてで、少し緊張していた。そんな俺に対して、友人の花嫁が罵詈雑言を放つ。低学歴のゴミは、夫と縁切ってね。え、いいの？縁を切れと言ったのはあなただ。何がどうなっても俺は知らないからな。人を学歴や肩書きなんかで表面的にしか判断できない彼女には、中卒の俺が一体何者なのか知る由もなかったのだろう。俺は小林雄一。別に名乗るほどでもないしがないピアニストだ。いろいろな人と触れ合うのが好きで世界中を飛び回っている。その傍ら、ジャズバーやレストランにお邪魔して、得意のピアノを演奏させてもらっている。時には、ストリートピアノを弾くこともあった。そうやって小銭を稼ぎ、日々暮らしていた。自分でこんなことを言うのは、あまり気が進まないのだが、俺は比較的裕福な家庭で育った。今では、なりわいとなっているピアノは、その影響で3歳から習わされていたものだ。大人に混じって参加したコンクールでは頻繁に賞をもらっていて、天才だの神童だのと言われていた。今思えば恥ずかしいばかりである。だがそんな生活は俺が小学校の時に崩壊した。父の事業が失敗して没落し、田舎の小さなアパートで暮らすことになったのだ。集合住宅であるため、家でピアノを弾くことは気持ち的にもルール的にも許されなかった。しかし、どうしても諦められなかった俺は、放課後になると学校の音楽室に足しげく通い、そこで練習に打ち込んだ。ある日、俺が一曲弾き終えると、不意に拍手が聞こえた。音のする方を見ると、そこには男子児童が一人。感動したのか、今にも泣きそうな顔でこちらを見ていた。すんげえ、今のって子犬のワルツだよね、ショパンの。え、うん、そうだよ。すげえすげえ、他には何が弾けんの？これとか。シューマンのトロイメライを弾くと、彼はさらに目を輝かせた。本当にすげえや。いつからピアノやってるの？3歳の時から。最初は無理やりやらされてたんだけど、そのうち好きになっちゃってさ。家でも弾いてるの？ううん、俺の家アパートだからさ、弾けないんだよね。だからここで毎日やってるんだ。そう言うと彼はへえとうなった。俺のピアノに対する情熱に感心したようである。俺、内田トーマ、明日も聴きに来ていい？俺は小林雄一。もちろん、ほぼ毎日弾いてるから、暇があったら遊びに来てよ。俺はトーマと固い握手を交わした。この日から一人演奏会に聴衆が来るようになったのであった。しばらく経つと、俺とトーマはもっと親しくなった。彼の父は財務省の官僚をやっているようで、裕福な家の息子だという。トーマは何か楽器やってないの？まあ、バイオリンをちょっとね。すごいじゃん！難しそうだよね、バイオリンって。そう、難しいんだ。
だから俺あんまり得意じゃなくてさ、母さんになんで弾けないんだって怒られてばっかりなんだ。少し目線を下げてトーマは悲しそうにした。でもしかし彼の表情は即座に一変、同じ人物とは到底思えないような明るい顔になった。でも俺、雄一のピアノに感動したんだ。クイッと俺に顔を近づけ、ものすごい剣幕で言う。俺のピアノで感動してくれたことは心の底から嬉しいのだが、まさかここまでとは。ねえトーマ、ん？今度さ、一緒に弾こうよ。俺のピアノとトーマのバイオリンでさ。俺がセッションを頼むと、彼の顔はまた少し暗くなった。俺のバイオリンが雄一のピアノに見合うようなレベルになってから、ね。そっか。じゃあ中学3年間は一緒に練習しようぜ。ああ。妙に言葉をためたトーマ。その時は何も気にしていなかったのだが、俺はたった数日後にその意味を本人の口から知った。受験して遠くの中学に？そうなんだよ。だから一緒に練習できそうにない。ごめんな。そっか。でもトーマにも夢があるんだろうし仕方ないよ。夢か。実はさ、俺の夢はつい最近、あ、いや、なんでもない。何か言いかけたトーマだが、そこで言葉をやめてしまった。本人の気持ちを尊重して、俺はそれ以上質問することをやめた。代わりに右手の小指を出す。約束。どれだけ遅くなっても絶対一緒に弾こうな。おう。トーマも小指を差し出してきた。それらを結び、俺たちは未来のセッションを固く誓った。そうだ、トーマに手紙出すよ。トーマはどうかわからないが、貧乏な俺は携帯電話など持っていないし、家の電話も無駄遣いはできない。だから俺は比較的安価な連絡手段である手紙を出そうと決めた。うん、待ってる。親友とは進路を違え、俺は地元の公立中学校に進学した。部活には入らず、放課後はひたすら音楽室でピアノを弾いた。レベルアップして帰ってくるであろうトーマに置いていかれぬよう、この頃の俺は必死になっていた。演奏に対する向上心が燃え盛っていたのだが、そんな俺の内心や外気音とは対極に、中3の夏に起きた出来事は冷め切っていた。父さん。俺と母さんが見守る中、父さんは病院のベッドで診察を受ける。仕事中に倒れたと職場から連絡があり、学校を早退して休校した。呼びかけにはかろうじて反応するが、非常に弱々しい。力が入っているか否かの判断も難しいくらいだ。しばらく入院して様子を見る必要があります。医者からはそのように言われ、不安は大きくなるばかりであった。その気持ちを紛らわそうと、俺はさらにピアノに熱中するようになった。必死に鍵盤を叩き続けた俺は、練習中だったムソルグスキーのハゲ山の一夜をマスター。内心の不安さと曲のホラーな雰囲気とがマッチし、妙に惹かれた楽曲であった。その日は特に夢中で、ここが学校の音楽室だということも忘れ果てていた。さらには一人演奏会に複数の聴衆が来ていたことにすら気づかなかった。すごい、小林くんピアノ上手なのね。そこにいたのは同じクラスの女子生徒数名だ。パチパチと手を叩く音が音楽室に響く。ずっと一人のつもりであったため、大げさにリズムに乗ったり妙な動きをしたりしていた。それを恥ずかしく思い、俺はありがとうと素っ気ない返事をしてしまった。我ながら
かっこつけているようにしか思えず、羞恥心はさらに大きくなった。顔に出ていないか不安だ。いつもここで弾いてるの？うん、ほとんど毎日。クラスの輪に入れず、普段は地味に暮らしている俺。放課後に演奏するこの時間だけが癒しのひとときだった。すごい。また明日も聞きに来てもいい？あ、その言葉を聞いて、トーマと初めて会った時のことを思い出した。思い返してみれば、彼との出会いもピアノがきっかけだったな。白と黒の鍵盤がこんな俺を人と巡り合わせてくれる。もちろんだよ。とてつもなく嬉しくなって、俺は泣きそうになりながら答えた。しかし、そこへ。あれ？貧乏人がなんか調子乗ってない？俺の天敵が現れた。クラスメートの中村亜美は、俺が貧乏であることを嘲笑う。取り巻きの三人も一緒になって、毎日のようにギャーギャーと騒ぎ立てるのだ。ほんと、なんであんたみたいなのがこの学校にいるのよ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるんだけど。と野蛮な笑い方をする中村。俺のピアノを楽しんでくれていた彼女らはすっかり萎縮してしまっていた。場を悪くしているのはどっちなんだよ。そう思ったが、あいにく言葉に出すほどの度胸は持ち合わせていない。ごめんなさい。言われたい放題で辛くなり、俺は音楽室を出た。制服の袖で涙を拭い、その場から逃げるように走って帰宅した。その日以降も俺は毎日ピアノを弾き続けた。その度に中村たちが水を差してくるのだが、ピアノだけは譲れない。その一心で何度邪魔をされようと、どんなにボロクソ言われようと、懲りもせずに鍵盤を叩き続けたのだ。しかし俺のピアノは自覚できるほど変わってしまっていた。激しく弾いたせいで息が切れる。全身にじんわりと汗をかいていた。今日もすごかった。うん、ありがとう。聴衆は褒めてくれるのだが、俺はその言葉を素直に受け取れなかった。いつの日からか俺がピアノを弾く理由は好きだからではなくなった。恐ろしい気配に圧縮された心のその歪みを解放する手段となっていた。詰まるところ、現実逃避になり下がったのである。これじゃダメだということは理解していた。しかし俺はこの嫌な気持ちを晴らす方法をそれしか知らなかったのだ。またやってるよ。さすがに空気読めなすぎじゃない？俺の気分が落ち込むにつれて、中村の暴言も加速していった。そんな日々が続き、俺はついに不登校になった。ピアノを弾きたい。弾くには学校に行くしかない。しかし学校に行けば罵詈雑言。そんな悪夢のトライアングルに隔離された俺をさらなる絶望が襲った。あなた、あなた。冷たくなり布をかぶせられた父さん。母さんはその右腕にしがみついて泣いていた。父さん。不思議と俺は涙を流さなかった。その代わりなのか、異様なまでに悔しかった。父さんに演奏を聴いてもらったのは幼少の頃が最後だったからだ。コンクールに出ることなく、ただ学校で弾き続けた俺には、父さんにお披露目する機会などなかった。もっと上手くなったんだぞ。あの頃とはレベルが違うんだぞ。そんな言葉ばかり並べたのに、実際に聞かせることはできなかった。それがたまらなく悔しかったのである。父さんがこの世を去った後、残された俺たち親子は母さんの実家に身を寄せることに。中学を卒業してすぐアメリカに立った。母さんの父親、すなわち俺のおじいちゃんはアメリカ人とのハーフで向こうに住んでいるのだ。
クォーターである母さんの名前は小林エリーという。おう、おかえり、ヨイチ。ただいま、おじいちゃん。ある夜、家に帰るとリビングでおじいちゃんと出くわした。犬を撫でながらテレビを見ていたのだ。今日もあのジャズバーに行っていたのか。そうだよ、アメリカに来て以降、俺は何の教育機関にも通わなかった。近くのバーを巡ってはピアノの演奏を披露していた。もらった投げ銭をその場で使い、なんとか祖父母に依存せずに食いつないでいた。そして時は流れ、自称ピアニスト小林雄一はアラサーに。今はアメリカから戻り、日本に定住している。なんとなく地元が恋しくなって、昔暮らしていたアパートでまた部屋を借りて一人暮らしをしている。定住しているとは言っても、暇さえあれば世界中を飛び回っていた。行った先々でいろいろな人と出会い、価値観を共有しアップデートする。その度に自分が進化していくような感覚を抱くことができて非常に面白い。それなりに自信がある演奏に関しても、世界を見ているとまだまだだなと感じる。ドイツのストリートピアノで演奏した際には、ひょろっと現れたおじさんが軽くシューベルトの魔王を弾き始め、開いた口が塞がらなかった。フランスの酒場でラヴェルの水の戯れを弾いていた時には、10代に見える女の子が連弾を申し込んできた。ずっと一人で弾いてきた俺にとってはいい経験になるだろう、そう思って快諾したのだが、その少女のすごいこと、初対面の俺に合わせるどころか、むしろリードしてくれた。初めての連弾は恐ろしいほど大成功を収め、会場は大盛り上がりだった。そんな風に世界で揉まれ続け、ピアニストとしてレベルアップしていった。厄介なことも多いが、自分を高みに持っていける自由な生活を俺は気に入っていた。今回はオーストリアに行った。旅を終えて帰国し、空港から重い荷物を持ってなんとかアパートへ帰還した。おお、溜まってるな。郵便受けを見ると、手紙やら何やらが大量に差し込まれている。大家さんに海外旅行に行くと伝えてあるので、余計な心配はいらないだろう。以前伝え忘れたまま海外に行ったことがある。郵便物が溜まりすぎて、何かあったのではと考えた近隣住民が警察に通報してしまい、帰国後無事に大家さんから叱られたのであった。さてと、今回はどんな知らせがあるかな。荷物を部屋に運んでから郵便物に目を通す。大半は光熱費の請求書だったり、近くのスーパーのチラシだったりだ。ん？これは？一つだけやけに豪華絢爛な封筒があった。ウェディングインビテーション、誰か結婚するのか。封筒の裏を見るとローマ字で差出人が書いてある。内田トーマ、アミ。そうか、トーマのやつ結婚するのか。久しぶりに見た親友の名前に俺は少し興奮した。手紙を出そう、そう話していたのに、中3の夏以降全然出さなくなってしまっていた。10年以上経っているが、俺のことを忘れないでいてくれたようだ。封筒から招待状を取り出す。二つ折りになっていて、中には出席の可否などを書く欄があった。もちろん参加させていただきますよっと。ペンを持ってきて出席に丸をつけ、オンを二重線で消す。上に喜んでを追記。ご欠席も二重線で消し、住所や名前、祝福のメッセージを書いた。23時、返送と電話はさすがに明日だな。二つ折りの招待状を閉じると、トーマと彼の奥さんから直筆メッセージが書かれていた。トーマは小学生の頃から達筆で、
力強い書き方は健在なようだ。すぐ下には特徴的な左上がりの文字で同じようにメッセージが書いてあった。二つを読んで、ふっと笑い、もう休むことに。時差ボケが少しきつかったが、疲労はそれに容易に打ち勝ったのであった。結婚式当日、指定された場所に到着すると、そこは超がつくほど有名な高級ホテルだった。こんなにも高級でかしこまった式に参加するのは初めてで、俺は少しばかり緊張していた。よう、久しぶりだな、ゆういち。自分が座るべき場所を探してうろうろしていると、背後から声がかかった。おお、トーマ、結婚おめでとう。ありがとう、来てくれて嬉しいよ。かれこれ15年は顔を合わせていない俺たち。小難しい言葉は並べずに、その再会を固い握手で祝福した。彼の横には花嫁が立っていて、何やら驚いたように俺を見ていた。銀行の頭取になったんだって？ああ、おかげさまでな。すごいじゃないか。ありがとう。そっちは？しばらくアメリカにいたんだろ？ああ、地元の中学を出てすぐにな。それからは特に進学もせず気ままにやってるよ。そっか。互いのことについて話していると、少し離れた場所からトーマを呼ぶ声がした。おっと、悪い。トーマはそちらを見て、右手でじゃあとのジェスチャーをした。誰だかは知らないが、彼は別の知り合いに挨拶をするため小走りで向かった。しかしどうしてか、花嫁はその場に残り、まだ俺を見ていた。小林雄一って、まさか、あの小林雄一？音楽室で毎日ピアノ弾いてた？え？ああ、そうだけど。あんた、中卒なの？特徴的な伸びのある語尾。俺を嘲笑うその言葉選び。そして、招待状にあった、アミという名。まさかとは思っていたが、花嫁の中村亜美は中学生の頃、いつも俺をいびってきたあの中村亜美であった。こちらでも10年以上ぶりの再会を果たすとはな。あんたがいるだけで私たちの式が貧乏臭くなるんだけど。そうかい。それはすまないことをしたな。へえ、悪いとは思うんだ。ま、来ちゃったなら今日は仕方ないけどさ。これ以降は、この時の中村の顔は、俺の記憶に残るそれよりも、幾分か邪悪さが増して見えた。低学歴のゴミは、夫と縁切ってね。あの頃より、大人になったとはいえ、トーマとの絶縁を申し込む言葉に、さすがに腹が立った。先ほどのように穏やかではいられず、俺は少し言い返してやった。トーマとは小学生の頃からの親友なんだけど、あなたにその縁を切る権利があるのかい？あるでしょ、妻なんだから。一体全体どういう理屈なのか理解に苦しむと、ちょうどそこへトーマが戻ってきてくれた。悪いなトーマ、銀行に預けてる預金全部下ろすわ。あの口座も解約する。え、なんでだよ、何かの冗談だよな。驚愕するトーマの横で、花嫁は口をパクパクさせていた。混乱から俺が何を言っているのかわからなかったのだろう。いや、嫁さんに中卒貧乏は旦那と縁を切れって言われちゃったからさ。は？亜美、どういうことだよ。だってトーマに問われ、気が動転したようだ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるじゃない。あなたの仕事にだって悪影響でしょ。人目もはばからず、ヒステリックに叫び続ける彼女。ねえ、どうしてこんな貧乏人を式に呼んだのよ。亜美、言葉が過ぎるぞ。雄一に謝りなさい。いやよ、私は間違ってないもの。すまない、式の邪魔をしたようだね。
俺は二人に背を向け、会場の出口へと向かった。ゆういち、待ってくれ、ゆういち。数メートル歩いた俺の腕を掴んで止めたトーマ。話をさせてくれと彼は必死に懇願する。トーマに怒りを感じているわけでもない。俺は彼の背を追って戻ることに。すまない、ゆういち。頭を上げてくれ、トーマ。こっちこそすまない。感情的になりすぎた。その間も花嫁は腕を組んでそっぽを向いている。アミ、俺の話を聞いてくれ。俺と雄一の出会いのことだ。トーマがそう言うと彼女は視線だけ向けた。俺がまだ小学生の頃の話だ。15年も前の話をついこの前のことであるかのようにスラスラと話し始めた。親は財務省の官僚ですごく厳しかった。勉強もそうだったが、あれするなこれするなって制限が多かったんだ。おかげでクラスのみんなと共通の話題がなくてな、なかなか馴染めなかった。その逆にバイオリンは半ば強制的にやらされていたらしい。俺のピアノと同じで小学校に入るより前から弾かされていたという。そんな日々が嫌で嫌で仕方がなかった。家に帰ればまた厳しく監視される中で勉強や演奏しなければならない。それから逃げるように俺は放課後無駄に学校内をうろうろするようになった。それはちょうど俺やトーマが小学6年生の頃だという。父さんの授業が失敗し家でピアノができなくなった時期でもある。花嫁はいつの間にか腕組みを解き、トーマの話に耳を傾けていた。そんなある日のことだった。音楽室の前を通った時、中から子犬のワルツが聞こえたのは。それを聞いたトーマは誰が弾いているのかすごく気になったという。小学生はおろか音楽の先生のレベルですらはるかに超えた演奏に聞こえたのだと彼は語った。音楽室に入ると弾いていたのは小学生だった。度肝も抜かれたよ。確かに子供でも演奏しやすい曲なんだが、ただ上手いだけじゃなかった。心にガツンってきたんだ。演奏者がピアノを心の底から楽しんでいるんだってことがストレートに伝わってきたんだよ。花嫁の目が少し赤くなっていた。それが雄一、お前と出会った日だ。お前の演奏は折れかけていた俺の心をきれいに直してくれた。トーマは俺の演奏を両親から重圧を受ける日々の数少ない癒し要素として捉えてくれていたようだ。だからその日以降も毎日音楽室へ足を運んだのだという。雄一があんまり楽しそうに演奏するもんだから、バイオリンを弾くのが楽しくなってきてな。あんなに嫌だった日々が一変したんだ。だから彼は中学受験にも前向きになり、見事に合格をつかみ取った。進学を機にトーマと離れたのは少し寂しかったが、俺の演奏がトーマの礎になったのだと知ると誇らしくなった。同時に嬉しくもある。うまいと褒められることはあったが、誰かを救ったことまではなかった気がするからだ。トーマの話を聞いた花嫁中村はその目から涙を流していた。完全に見下していた中卒貧乏人が今の夫を作り上げた基礎だったのだ。それが悔しかったのか、はたまたシャイなのか、俺にはわからない。アミ、君も言っていただろ、中学生の頃苦しかった時に聞こえてきたピアノで心が癒されたって。え、俺はその話に驚いて目を見開きながら中村を見た。見ないで。彼女は顔を赤らめ恥ずかしそうにしている。その似た経験を共有できたからこそ俺たちは仲良くなったんじゃないか。
世界を飛び回り、俺は各地でいろいろな偶然を見てきた。しかし、ここまで奇跡的な巡り合わせはなかなか珍しい。まさか知らない間にキューピッドになっていたとはな。ユイチ？罰が悪そうにしていた俺に、トーマが疑問を抱いた。そうか、彼はまだ知らないのか。実はな、トーマ。なんだ？俺も会場に来て驚いたんだが、お前の奥さん、俺の中学の同級生なんだ。え？トーマが驚くのも無理はない。驚愕の事実に俺たち三人はただ笑うことしかできなかった。ひとしきり笑い終えた後、中村が俺に頭を下げた。式のためにセットしたであろう髪が地面に向かって垂れる。ごめんなさい。私、何も知らずにひどいこと言っちゃったよね。あ、ちょっと。アミ。トーマは彼女に感心しているが、俺にとっては緊急事態だ。結婚式場でメインヒロインである花嫁に頭を下げさせたゲストがいるらしいと妙な噂になったら大変だ。それだけじゃない。中学の時のことも謝らせて。小林が学校に来なくなって私後悔したの。卒業した後どうしても謝りたくて家に行ったんだけど、もう引っ越した後で。わかった、とりあえず頭を上げてくれ。再び俺の方に向いた中村。涙で化粧が崩れてしまっていた。一足先にお色直しが必要そうである。言い訳になっちゃうけど、私の家すごい厳しくてさ。話を聞くと、どうやら彼女の家もかなり厳格だったようだ。それでストレスがたまり、俺に強く当たっていたのだという。さっきの暴言も学歴しか頭にない両親から刷り込まれた価値観のためであるという。実際、彼女は立派な大学を出て一流企業に勤めているそうだ。だから、本当にごめんなさい。また俺に頭を下げる中村。もう昔のことはいいからさ。俺の親友を、トーマを幸せにしてやってよ。二人から謝罪を受け、俺は何に腹を立てたのかも一瞬忘れるほど毒気が抜かれてしまった。そこへ式のプランナーがやってきた。もう時間だという。今度は俺が中村に謝り、化粧を直してくるように促した。それとトーマ、例の件任せてくれ。あ、頼むよ。親友に向けて親指を立て、俺は席に着いた。結婚式は順調に進み、真のお色直しも終わって余興の時間となった。親族一同が立派な日本舞踊を披露した。それが終われば、今度は俺が例の剣を遂行する番だ。薄暗い裏方に案内され、進んだ先には一台のピアノが置いてあった。では次の余興に参ります。新郎トーマ様の親友にして天才ピアニスト小林雄一様の演奏でございます。大げさな紹介が終わると、俺にスポットライトが当たった。曲はリストの愛の夢。いつか誰かの結婚式で弾こうと思っていた曲だ。初披露がまさか大親友であるトーマの結婚式になるとは思わなかった。コンクールやジャズバー、ストリートでの演奏とは一味も二味も違う緊張感があった。体感的には一瞬で一曲目が終わった。10秒ほどの間を置いて、俺はまた鍵盤に手を置いた。それと同時にトーマが席を立つ。プランナーと俺たち二人しか知らない計画だ。一同が何事だと目を見張る中、新郎は机の下に隠してあったバイオリンを構えた。アイコンタクトでタイミングを合わせ、2曲目エルガーの
愛の挨拶を弾き始めた。指を動かしながら、俺の脳裏にはこれまでの旅がフラッシュバックしていた。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、あげればキリがないほどの記憶たちだ。ひょろっと現れたおじさん、見知らぬ少女、多くの人と二重奏をしてきた俺でも、今日は心の底から震えた。トーマとの二重奏は記憶の中のどれよりも素晴らしい。音は寸分たがわずピタリと合い、互いの抑揚を生かす。バイオリンの音からは演奏を楽しんでいるのがひしひしと伝わってきた。弾きながら目頭が熱くなる。花嫁含む聴衆は皆涙していた。ああ、なんて完璧な演奏だろう。15年来の口約束。ピアニスト小林雄一とバイオリニスト内田斗真の二重奏が今ここに実現したのである。最後の一音とその余韻が消えると、会場内には拍手が響いた。やがてそれが収まり、斗真がマイクを手に取った。私と雄一くんは小学校からの親友です。当時から二人とも楽器をやっていました。しかし私は天才ピアニスト小林雄一に見合う演奏者ではなかった。二重奏を頼まれたこともありましたが、私では釣り合わないと思い、今の今まで保留してきたのです。当時の斗真はバイオリンを楽しんでいなかった。対して俺はピアノをずっと好きで弾いていた。そこにギャップを感じていたのだろう。その二重奏が今日この場で達成できたこと、とても嬉しく思います。会場は再び拍手喝采に包まれた。本当はここで話は終わりだったのですが、彼、小林雄一の紹介をさせてください。勢いに任せ予定になかった話を始める斗真。彼は小林雄一、私の大親友でございます。先ほども言いましたが、彼は天才ピアニストです。 YouTube では演奏の様子を投稿しており、登録者100万人を超える大物なのです。皆様、この機会にぜひ彼の YouTube をご覧ください。斗真から説明があったように、俺の YouTube チャンネルはありがたいことに多くの方が見てくれている。単発の演奏動画や海外での演奏の様子も上げている。さらに補足すると、最近は作曲も手掛けており、数多くの依頼をいただいている。中には世界中で大流行したものもある。大変に下世話な話だが、斗真の銀行で作った口座には約80億もの預金がある。かといって贅沢な暮らしをするわけでもなく、悠々自適に生活している。これからもいろいろな国を飛んで回る予定だ。彼に大きな拍手をお願いします。斗真が促したことで、会場の拍手と視線がすべて俺に向いた。飛んで喜んだりはせず、俺はただピアニストらしく優雅に一礼したのであった。中学3年生の夏前くらいから、俺の机や下駄箱に匿名の手紙が投函され始めた。内容は至ってシンプルで、ヤンキーたちが俺を狙っているから気をつけろ、カツアゲやさらにひどい行為に警戒しろ、特徴的な左上がりの文字で書かれた誰かさんからの密告書であった。中村亜美が音楽室に来るようになったのはちょうどその頃からだ。当時から不思議に思っていたことがある。毎日のように俺をいびっていた彼女だが、演奏の途中で割り込んできたことはただの一度もなかった。必ず一曲弾き終わって聴衆たちと共に余韻を楽しみ、
終わった後にやってきていたのだ。どうやら彼女は演奏を聴いてくれた上で、俺をさっさと帰宅させようとしていたようだ。だとするならば、手紙の主も彼女だろうと考えられる。思い返してみれば、字の書き方が結婚式の招待状のそれと瓜二つだ。その真偽を確かめようと何度か中村に連絡した。しかし彼女は頑なに知らないふりをした。あまりしつこく聞いてもよくないだろうと考え、そのことは心にしまって、密かな感謝にとどめたのであった。結婚式も終わり、次々と解散していく。親たちが挨拶をしている間、暇になった子供たちが俺の元へやってきた。ピアノすごかった。おお、ありがとう。ねえ、あれ弾いてよ。詳しく聞くと、あれというのは、某鬼打ちアニメの主題歌のことみたいだ。サビだけだが弾いてやると大喜び。それを皮切りに次々とリクエストが飛んできた。偽装家族のアニメだったり、呪物のアニメだったりの曲も弾くと、もう大騒ぎだ。やがてそれも落ち着き、新郎新婦が俺のもとへ。ゆいち、今日は本当にありがとう。こっちこそありがとう。ところでなんだが、口座解約って話は本当か？トーマがそう言うと、中村、いや内田亜美は申し訳なさそうに俺を見た。いや、まさかするわけないだろ。感情的になって適当なことを言って悪かった。そうか、よかった。トーマは安心した顔で言った。そうだ、その金のことなんだけどさ。ああ、俺はその80億を使って音楽教室を作りたいと思ってるんだ。教室といっても養成するんじゃない。音楽に関わる機会を作りたい。誰も経済的な理由で諦めないように支援したいんだ。俺が夢を語ると二人は賛同してくれた。どうやら俺の音楽に対する考えに共感してくれたようで、設立や運営まで手伝ってくれるみたいだ。式から数日が経つと、トーマから連絡が来た。この前はありがとう。今日分かったんだが、アミが妊娠しているようなんだ。それであの時情緒不安定だったのかもしれない。どうか許してやってくれ。次の旅行の準備をしながら俺は返信した。おめでとう。大親友が父親とは感慨深いよ。あのことは気にしてないし大丈夫だ。それよりも今日上がる動画はぜひチェックしてほしい。その日の夜、俺のチャンネルには大切な友人たちへというタイトルの動画が上がった。結婚式でも演奏した愛の夢と愛の挨拶のメドレーだ。あの時の感動を色褪せさせないための美貌も兼ねている。本当はトーマとの二重奏をあげようと思ったのだが、俺の中で伝説と化したあの演奏は心にしまっておきたくなった。人の本質は学歴などの肩書きや表面的な言葉だけでは判断できない。俺は中卒で学歴はないが、それなりに成功した人間だと自負している。内田亜美もそうだ。中学生の頃の俺に対する言動だけを見れば、確かにとんでもない人物だ。しかし匿名の手紙を出したり、俺がヤンキーの被害に遭う前に帰宅させようとしたり、やり方が不器用なだけで本当は心優しい人物なのだ。俺が大切なことに気づけたのは、世界でたくさんの人と触れ合ったからだった。お世辞にも教育が優れているとは言えない国もある。だからといってその国の人がみんな嫌なやつだということはない。本質はもっと奥底にある。何を信じ何を考えているのか、それこそが大切なんだ。
俺は自分の本質をピアノの演奏で表現していこうと思う。いつの日にか、それが誰かの救いになることを祈って。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。